はい、どうも、ワドツです。じゃあ、早速やっていきましょう。今日はですね、2017年11月の19日、20時44分です。よろしくお願いします。前回やったですね、企画なんですけど、顔にひたすらアイテムをもらうと文字を書いていくっていうのをやったんですけど、今回はですね、100円均一でシールをたくさん買ってきました。僕のことが好きな人は、赤いシール。で、僕のこと嫌いな人は、青シールを貼っていきます。アイテムに関してなんですけど、無料アイテム風船10個だと小さいシールを1個貼ります。パフェとかメイクは新しいアイテムですね。の場合は小シールを3個、花火の場合は大シール1個を貼っていきます。よろしくお願いします。で、じゃあやっていきましょう。まあね、企画が始まるまではまったりやっていこうと思ってるんで、雑談しながら楽しんでいきましょう。赤シールと青シールを使うんだよね。赤シール、青シールでいきます。もしもし。疲れ。お疲れっす。もう、枠閉じちゃったの？いや、枠上がっやっててるんよ。だ。やってるよ。うん。また釣られちゃった。え、何が？ どういうこえ？と釣られたって。また釣られちゃった。何言ってんの？ いきなりさ、釣られちゃったって言われても分かんないから、ちゃんと説明してよ。いや、フワッチでおすすめの上の方見てみればいいマッチおすすめで上の方。ドレさんにや。配信外で食事に誘われたけど、またハニートラップに引っかかったの？え、何？七色に今度は、なんでさ、あなたも懲りないよね。なんで女配信者にさ、食事を誘うの？そもそも。いやー、誘ってほしそうだったから。バカでしょ？もう、なんでそんな自分から釣られに行くの？なんで学習しないの？11って気が、なんか数字が合わなかったから、12回目でちょうどいいかなと。アニバーサリーでいいかなと。ぶっちゃけた話さ、今まで誰に声かけたの？もうペラローよ。誰に声かけたっていうか、あったか釣られたかだよ。誰とかじゃん。配信者はさ、ほぼ全員もう晒してんじゃない？会っても会ってなくても。合ってるっつうかさ、なんでさ、その配信だっ者てに。七色にいたっては、だから会ったことないんだよ。でも、ドレさんから声かけだからたんでし最ょ？初に、いやいや、最初にうちの枠に来て、花火とか投げ出して、今度東京来るっていう話だ。それなら会うって言った話進めて、思いっきりハニートで、ラップじゃん。そうで、どこで会うって話だ。渋谷の、なんか、ハチ公口のって言われたから、まあ、これ、晒しもあるかなと思って、まあ、別の場所に来てもらってもいい。まあ、その辺かなんか、口調が変だったから、まあ、でも、この子はそういうことすることじゃないのかなと思ったから、いまあ、や、それで、するでしょ。じゃあ時間になっても来ないから、え、何？ずっまあ、と待ってたの？待ち合わせ場所で。で、そしたら枠開けたらって枠見たらさ、やってるから、ああ、釣りだったんだなっていう。え、どこで待ってたの？ぶっちゃけた話。いや、どこで、道路でだよ。待ってたっていうか、近くに来たら連絡してねって、そっから連絡ないから、まあ、なんか変だなと思ってたら。バカすぎるでしょ。まあ、バカはバカだけど、でも、うちの枠来てくれて仲良くしてると俺は思ってたのね。ああ、自分が仲良ね。くしてると、自分の中で自は。分の中では。で、まあ、タイミング東京来るっていうから、じゃご飯でも食べるって。なるほど。でも、自分には花火師とかね、女性のリスナーとかたくさんいるから、できれば配信外でどうって言ったなんでら、配信外で会いたかったの？それ下心でしょ？下心なくて女とってどうすんの？いやいそんなの俺と女で決めればいいことじゃん、やいやいそや、のそこ後。を否セッ定、クス。違う違う違う、否定をしてるんじゃなくて、なんで例え怒ばる俺んだが、セックスしましょうって送って、よ。ね、それを前提でじゃない。俺は食事に行きましょうって言ったんだ。彼女もそれがいいって言った。いや、俺に怒らないで、分かってるから。怒ってなかった。で、かつ彼女は処女だって言ったから、ああ、もうそんそうないうわこけとない。はないんだろうなと思って。そんなわけごない飯じゃん。を食べましょう。いやいや、そうだよ。
いや、わけないっていうか、設定なんか知らないけど、ご飯に行きましょうって、俺は、ね、あの、話が合わなくて、行かないっていうオプションは、まあ、それはしょうがないよね。時間が合わないとか、直接二人で会うのは嫌ですとか。そうだよね、それは全然容認してんのに、会うって言ってて、約束すっぽかした後にさらすっていう文化が分かんないの。だニコ生の伝統文化じゃん。いや、ニコ生ではもうそれを、だってどれさんもリスナーでコンテンツとして楽しんでたわけでしょ。いや、怒ってないよ、だから、うん、でもそれをさらして、釣ってどうなんのかなっていう話、うん、いや、だから釣ってどうなんのって、また釣られたって話でしょ。そしたら俺には勲章が1個つくだけで、今日のネタがまた1個増えて、だからアンチが増えるんだよ、はい、だからドレさんまだ気づいてないのよ。まだ大手になりたてだ だから閲覧が増え始めだから、うん、これってじわじわ聞いてきて、うん、それで詐欺師のレッテル貼られたりとか、うん、そのスケベ親父みたいなレッテル貼られていって、どん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 やりづらくなってくんだよこれから。だってもうこれ以上やりづらくなんないでしょ。これが12人が20人になったところで、俺が54歳なのに、うん、とりあえずは若い女の人とコンタクト取れるっていう自慢にしかならないよ。例えば、ナイラちゃんと実際会っちゃって嫌がってんのに手出して、それでも問題になるとか、うん、会ってないんだよ、うん、そもそもが、うん、彼女は釣るつもりで、うんうんうん、だいぶさ、その際どいとこ来てるわけよ。際どいとこ、うん、いや、2人で会ったら 何するんですかとか、俺は別に普通に好きなもんご飯食べていいんじゃないの、うん、それでって言った。あとは会って話しましょうとかさ、はいはい、要は向こうから誘ってるってことね。いや俺から誘ってはいるけど、うん、全然嫌だとかって素振りじゃないわけよ。だからもう途中から釣る気満々なわけさ、うん、だからそんなことをして俺はどうなるのって。俺は別に、うん、あのうちの枠にも来てて花火も投げてくれてた子だから。いや、俺がびっくりするのはなんで騙されるまで気づかないの、うん、っていうところなのよ。俺とかリスナーが面白がってるのは、うん、ドレさんの場合ってさ、だって俺いちいち人疑うことなんてしないもん。あ、この人俺に好意持ってくれてだけど配信にはやれない。なぜかっていうと、うん、配信でコラボしたいっていう女性リスナーさんとか、あの、うん、リスナーさんとか、うん、あの配信者さんいっぱいいるんだよね、うん、もう本当にこの前もリアイコちゃん来てコラボしたいって、うんうん、もうキリがないから、うん、会うんだったら配信がいいって、まあ、こっちの都合だけどね、ポリシーがあるわけよ。それはだから会った後にやましいことがあるからじゃないの、ね、会った後に何をやるかやんないかはそれ男と女なんだからさ、うん、当然そういうこともあるでしょ、向こうが良ければ、うん、そうだね、うん、だから下心下心ってか下心あっちゃいけないの。いやだから、そういうことを言ってるんじゃないの。そこがドレさんのネガティブな捉え方で、俺は下心があるからそういうふうに引っかかるんでしょって言ってんのよ。だからそうだよってそうでしょ、うん、だから引っかからないようにすればいいじゃん。引っかからないっていうか、うん、引っかかっちゃったからもうしょうがないな。ほうほうほう。だから俺は男として、あの独身だし、一発やりたいと思って何が悪いのかなって思うわけ。だからそれっつって勝利とか言ってる意味が分かんない。嫌だったら断ればいいんだし、俺は露骨な誘い方なんてしない。食事にどうですかって言ったんだから、うん、嫌だったら来なきゃいいだしだけだし、それを晒して、うん、配信外で誘われたって、配信外で誘っていいですよって言ったら向こうじゃない。釣りだったとしてもだよ。分かる分かる。だからそれに何か問題あるのっていう。だからなんで、なんで俺が怒られてんのかよくわかんないんだけど。いやいや、和道に文句は言ってないけど、なんかまた釣られちゃったっていう話。いやだからバカだねって話。まあバカだなって。うん、バカだよ。でも、じゃあ彼女にね、アンチワークでね、いや、ディテールが違うと。ね、最初そっちが来て花火投げたろっていうくだりはもうなくて、まあこの度にだ。ね、ちょっと俺に恋心抱いてて、あの人次第ではもうね、ツバリアンの件もほとぼりが冷めたし、そろそろあいつの言うこと聞いてやろうかっていう人はまたゼロに、カウンターはゼロに戻ったよね。はい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 。まあそうなるわな、うん、そこは自業自得だよな。そうだね、うん、でゼロになったよって話。うん、地方妻も現地妻もなく、もうゼロです。ていうかさ、ドレさんさ、本当にさ、その20代の子とかが相手にすると思ってるの、自分で。
だって配信載せてないといっぱいいるもん、いたもん。実際パコったの、ぶっちゃけた話、何人か。あ、仮想時代はね、何人かどこじゃないよ。なぶっちゃけ何人ぐらいは仮想時代は。まあ大手になってからは。数えられない、何年間の話だよ、10年とかだったら。トータルだよ、トータル、10年で。わかんないような数えてないから。え、じゃあ相当食ってるってこと？何百年大げさけど、うん、2桁単位じゃないの。あ、もう。ああ、な、わかんない。数えてないもんな、いちいち。でもずっと独身の時代だしさ、なんか問題あんのかね。いや、問題はないよ。問題はないけど。かつさ、みんなね、まあ、アンチの人だから、そこを叩きたいんだろうけど。うん、問題はないんだけど、ドレさんが、最後まで聞いて、最後まで、最後まで聞いて。54歳で気持ち悪いっていうのが、法律に何歳から20代の人を相手にされないって決まってんの。違う、そこは誰も突っ込んでないの。そこは誰も突っ込んでなくて、ね。うん、あの忘れちゃったじゃん、ドレさん。じゃあドレさんの言い分はわかるのよ、別に。いつまで経っても恋に、ね、して何が悪い、いや別に悪くないんだよ、そうじゃなくて、向こうは配信者でね、まあ、仮にブサイクだとしても顎がしゃくれてたとしてもアイドルなわけですよ、ゴリラっぽくても。で向こうには囲いがいるわけじゃん。で あいつらそれで飯食ってるわけだから、ドレさんと付き合ってメリットないじゃん。いや、付き合ってっていうか、だから、お互いそうだから、配信外でやりましょうって言ったら納得したんだよ、向こうも。うん、なんかさ、俺が無理やり、向こう嫌がってる誘ったような話になってるけど、うん、全然そこは合意して、お互いに囲いとか不安がいるんだから、うん、配信外であった方が良くないですかってことで、それもそうですねって納得してくれてんだよ。納得じゃん。で、なんで晒すの？晒すのが目的だからだよ。いや、売名だからでしょ。そうだよ。うん。だからそんなことして恥ずかしくないのかなって。釣られる方も恥ずかしいよ、でも。俺は別に恥ずかしくないよ。でもほら、ファンは減るじゃん。女性ファンは減るじゃん。それは見る側の勝手だから。あ、なんで、いいんだ、その、独身男性として、いや、ちょっと気になるなっていう、もうね、食事に誘って、もうね、負け惜しみにしかなってないんだって、ここでさ、もうその後出しじゃんけんで、ドレさんは実際に配信外で会おうって言っちゃってるし、裏でこそこそ女性リスナーに手を出す男ですよっていうのを証明しちゃってて、後出しで言ってるわけじゃん。なんで配信、証明も何も、違う違う、もうそういう人間だからね、もう十何回さらされて、今日12回目だから。いや、そうじゃなくて、なんでそれをネタにしないのっていうのが、俺らとかリスナーが怒ってるところなんじゃないの。ネタにしてんじゃん。違う、ネタって何、違う、そうじゃなくて、これから何、七色ちゃんのところに殴り込みに行って、違う、あのね、ニコ生とかツイキャスでこういう色恋ネタをするときって、ネタだって分かってても、みんなその配信上でわざとらしくそのトツとかを晒すの、こういう会話の内容、七色との、え、お前俺のこと好きなんじゃないの、好きなわけないじゃんとかが楽しいわけよ。でもドレさんは自分の性欲を処理したいっていう下心で動いてるから、配信者としてどうなのっていうのをずっと言ってるの。それが下心でしょとか、後出しじゃんけんなんじゃないの、っていうところなのよ。じゃあその女と会う理由ってなんだろうね。俺は飯食って酒飲んだらやることは一緒だと思ってる。それをほら、金梅さんとかパコるところとかを配信出してるからネタになるわけじゃん。わかる？別にパコったとしてもいいのよ。だけど配信者としてその裏でやってるっていうのは汚ねえよっていうのが、多分そのなんつうの、ま、周りの、何が汚いっていう話なんだろうね。俺にも俺の事情があって、他にもいろいろいるんだからさ、そんなこと配信でやれるわけないじゃん、と思うかし。違う、あのね、これね、リスナーの心理なんだけど、配信でお前は有名になったんだろうっていう、俺らのおかげで有名になったし、今その、いい思いをしてるわけじゃん。お金稼げたりとか、捨て頃出たりとか、有名になったりとか。まあ、お酒はあんま、お金は今稼いでないけど。いや、稼いでるよ。俺より稼いでんのも。でも、いい思いしてるのは俺らのおかげでしょって。で、その本業からずれてないっていうところが、多分その、つつかれてるところなんだと思うよ。え、でもさ、毎日10時間やってるのに、俺プライバシーって持っちゃいけないの？それも晒せっていうの？俺は少なくとも、俺とか鮫島さんとかは晒してるよ。だってさ、だって俺なんじゃん。
10時間配信やってさ、うん、まあ俺は別にプライバシーの部分、それはその配信者うんぬんじゃなくて、うんうん、じゃあ例えば女がいっぱいいたらさ、いちいち放送でやってま回んのネタバラシ。違う違う、だから芸能人がさフライデーされるのってさ、なんで許されるかっていうとさ、この人は許されてないよ。あんなモラル無視して読み手と書き手がいるだけで全然許されてないやんだもん。あるいはもっとあれは、うんうん、その炎上目的に全員参加のプロレスでしょ、それでこそ。そうそうそう、なんでみんなバッチリメイクしてんだ女も。そう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 、だけどドレさんはそれを晒すなって言ってるのよ。フライデーされるなっていう話よ。とか暴露するの。俺も女いっぱいいるから、うん、いろいろ困るから。だから違うんだよ、ドレさんが言ってる裏の建前っていうのは俺は同意できるの。そのプライバシーがあるとかさ、その、うん、なんつうんだろうな、その女性に手出して53、4歳が何が悪いんだよ。そこ突っ込んでないんだよ誰も、うん、それをその言うんだったら堂々と配信上でもやれよっていうところに多分怒ってるんじゃないの。いや誰も怒ってないけど、うん、七色は怒ってるけど、うん、配信上でやるって何やの、酒飲んで、うん、ね、うん、イチャイチャして、そうそうそう、んでホテル配信なんかやんないからそれで帰るの、バカバシいじゃん。いやホテル配信やるんだよ。やるんだよって言われても、うん、彼女は俺に処女だっつってんだからやれないでしょ。そこが腕の見せ所なんじゃん、その処女をその口説き落とす、そのそれこそなんか女の口説き方みたいな、まあ、昨日のくだりになるけどさ、うん、じゃあ俺がその朝比奈さんとかも女ばっかと絡んで、その配信上でそれやってたら、うん、やっぱりその握手でやっぱ積むよ、再生最低、その最終的には。だからそれを裏でやってる方が汚えよってなんじゃないの。なんで汚いの、お前も何プライベーバシーっていうか一切ないの。特にこれ厨房に関しては一貫してるけど、さらす気ないよ、何を見せんの。別にさ、相手の女性がさらすのはいいと思うんだよ、あのこういう変なセックスされた、うん、こういう体型だった、その人は自分のモラルとか名誉にかけて言ってんだから、うん、俺が言いたいのは、うん、配信者同士とは俺は彼女を信用してたの、こういう話し合いでいいですかって、うんうん、それをさ、うん、正義だからって晒し上げる態度は俺はどうなのっつってんの。それが当たり前っていう、晒されて当然っていう、そもそもさ、うん、法律にないかもしれないけど、うん、指針っていうのは相手の人しか読まない、自分を他の人に見せないっていう前提でやってんじゃない、うん、そうね、配信会ではそれ不文律で、うん、ね、もう全部晒していいんだってことになって、うん、別に俺も訴えるとかないけどさ、まず恥ずかしいことしてるの向こうなわけじゃん、うん、約束保護したんだから、うん、じゃあ少なくともさ、待たせてごめんね、私最初から行けなかったとかってさ、うん、配信でネタバラシじゃなくて、うん、言うべきじゃないの、そもそも。あ、そしたら釣られたんだねで、うんうんうん、何やその汚いとことか下心とか、だから下心あるよって、あわよくば一発やろうと思ってるけど、それがどうしたの、嫌なの断ればよかったんじゃないのって思うんだけど、なんでそれが綺麗事になるんだろう。いや、そもそも会うつもりがなかったとか、うん、いや会ってもやるつもりなんかなかったよって言ってないんだよ、うん、下心が、言うに決まってるぞ。いや下心があるから会いに行こうと思ったけど、うん、時間にも来ないから、うん、放送見たらつけてるから、またつられたんだな。いや論点ずれてんだよ。何俺に慰めてほしいの、ドレさん。ドレさんうんうん正しいよ、ドレさんはすごいよ、ドレさんかわいそうだったよって俺に慰めてほしいよ。ネタを提供してんだよ。それはだから後でお礼言うから、それは今のとこカットね。お礼とこじゃねえよ、そこは後でありがとねって、ちゃんと今度ご飯行こうね。お兄ちゃん大好き系なんだから、うん、お兄ちゃん擁護しろお前ぐらい。違うお兄ちゃんを擁護したいんだけど、この件に関しては全然してねえよ擁護、うん、いや擁護っていうか、だからね、そのどれでもね、ここで、うん、ここでね、うん、なんだ流るブスコなるって、うん、自意識過剰だって。俺も枠開けて、うん、食事行くのにね、うん、何ガタガタさ、食事になって、うん、パンツ脱ぐか脱がないか俺と前で決めりゃいいぞってやりゃいいんだけど、うん、もうね、買ったらいいな、うん、もう釣りなら釣りで、はいお疲れさんでさ、うん、だ向こうは綿密に計画したあいつがね、下心丸出しのって、うん、もう分かっちゃったって言ってんだろうけど、そんなリスナーみんな分かってるし、うん、俺にしてみりゃ何が悪いんだよって話だ。
だからここでてめえみたいなブース代いてもらえるとかありがたいとか、やっぱ若い女性、多感な女性だから俺はやんないよ、うん、ね、お前みたいな容姿でとかっていうふうに反撃していくんだろうけど、もうね、結論から言うけど、あの七色と飯食うって結構俺恥ずかしいことだと思ってて、あんなブスのケツ追っかけてるドレさん結構恥ずいよ。そんなことないと思う。だって枠根木さん花火を投げてくれた人だし、ほとんど毎日コメントくれてるし、そういう子にさ、東京わざわざ来るんだったら企画でご飯を一緒に食べようって誘ったら、それは恥ずかしいのかな。いや恥ずかしいでしょ、七色と俺飯食えないもん。どうして？いやなんかお前ブス戦だなってなるでしょ。ワードお前ブス戦だなって別にいい。だってのんちゃん見てよ、めちゃめちゃ可愛いでしょ。ドレさん会ったことあるから知ってるかもしれないけど、まあ、あれも大概だ角度で、うん、そうか。黙ってた。うんじゃねえよ、うん、そこは言えよ、お前の目がおかしい。いやのんちゃん可愛いでしょ、うん、のんちゃんかわいいけど。のんちゃんかわいいでしょ。そう、うん、だから七色に恐怖の谷を越えた、うん、あれは人間に相当近い。人間に相当近いっていうかね、人間だけどね。いやいや、あれは、うん、あの和道博士作るしレプリカントだ。レプリカントじゃないから。人の彼女をね、あのしかもね、人の彼女をね、しかも車で六本木まで送ってる時に、お前ロボットだろこの女ってずっと言うのよ、運転中に。のんちゃんに運転してもらってんのに、ね、お前のんちゃんに、ね、ここで怖いままだからネタバラシしてほしいんだけど、うん、あの電の子って、うん、なんかたまたま乗ってたんだよね。いやわかんないよ、知らない。のんちゃんに聞いてよ。そんな、え、のんちゃん聞いて。違う、のんちゃんっていっぱいそういうの持ってて、のんちゃんってタトゥーマシン持ってるのよ、部屋の中に。でだから和道を解体するのに、うん、電の子じゃダメだと思ったんだ。いやだからそうでしょ。でタトゥーマシンで自分の目、いやそうでしょじゃねえよ、そんなわけねえだろ、うん、わかんないけど、知らないよ。別にバラしたきゃバラせやいいと思ってるから。そんなこと言うなよ、ちゃんと毎日寝る前に、うん、のんちゃんは僕を殺せない、うん、あ、ちゃんと言ってるよ。のんちゃんは僕のことを殺したりしないっつって催眠術かけとく。いやいや、かけてるよ実際、うん、怖いよ。あのりこ、もう一度上のレプリカントだから、あの、うん、足も三元不足とか効かねえからな。あれはやる、人間に危害を加えないとかね、うん、いや、やるでしょ。俺もね、この前ね、うん、なんか愛し合ってる二人なのに、うん、なんか高速道路ってちょっと嫌だったの、なんかもう、うん、そういう殺すとか殺さないとかさ、うん、だなんかさ、こう配信者同士たち明るい話題に持ってって笑わせようと思ってさ、うん、のりこ、うん、あの胸とか背中とか頸動脈とか考えてんだろうけどね、うん、あの内ももは静脈も動脈も入ってて、うん、あの柳とかで刺しちゃえば、うん、必ず傷ついて出血量が多いから、うんうん、まあ、助かんないよ。4分しょ、あの救急車来なかったら間違いないから、狙うならそこ狙うって言っといて。うん、いや聞いてたよ、俺隣にいたんだから。うん、うんうんうん、何的確なアドバイスしてんだよ。、うん、なんか変な空気になっちゃってごめんね。いやいや、あのドレさん気づいてないけど、ドレさんずっと喋ってずっと変な空気だったから。そんなことない、のりこ笑ってて。まあのんちゃんは笑ってたけどね、うん、じゃあいいじゃん、お前も笑ってた、うん、お前結構笑ってたよね、うん、変な空気って、うん、面白かった、楽しかったね。じゃあドレさんの話が面白いっていう笑い半分と、ドレさん気違いだなっていうその笑い半分だから。誰が少し気違いなんだこの野郎、うん、少しじゃねえよ、相当気違いだよ、うんうん、やばいよ、うん、やばいよ本当に。でもギリギリ社会性とその経済性保ってるんだからいいじゃん、うん、まあ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 、だからまあなんかなんつうの、 IQ 高いきつがいだよね、うん、だ七色さんの容姿に関しては俺は何も言わないし、じゃあ事実は、うん、言ってんじゃねえか、俺が七色さんが、うん、ね、うん、配信会で食事に誘って断られた、それが事実であって、うん、まあ向こうのモラルだとか、うん、釣りをして何が楽しいのっていうのはもうナンセンスだから、もう今後はそれでいって、うん、俺は彼女の容姿ディスをしないし、まあ容姿ディスもしないのは好感持てるよ。なんで釣りをしたのっていうことも、もうニコ生系の女配信者にね、うん、飯行こうっつってんのはもうお察しだから、それもしないよ、うん、ぶっちゃけ他には誰に声かけてんの、配信外で飯行こうって言えるから。まだこれからお前仕込んでんだよどんどん。DM、うん、でもほとんどの人がもう会う前に DM でさらされていくんだよ、うん、
誘われた。もう、7-16が誘われたけよ、確立しちゃったから、こっからはもう延々誘われたけ。それたちは意味なんかないの、その場でつながればいいっていうね。で、まあ、ワンチャン、誰かに行ってもらうって。ダメだよ、もういろんな人誘っちゃって。そんな話かもしれない。バタフライエフェクトで、俺の、慰安婦隊解散したから。解散しちゃったの？なんで？解散するでしょ、あんなの。まあ、そうだよね。だから、違うんどんだどよ。んリク俺ルーが言トっしててんる。のは、違う、ドルさん論点がずれてて、俺がさっきから言ってんのは、ね、裏でやっても表でやっても、どうせ婦人部なんかいなくなるんだったら、だったで表でやった方が、ファン増えんじゃないの？っつってんの。それで、聞いてねヤンフって言い方も非常に不愉快だってことです。すえよ。ごく反省をして、まあ、ヤンフがいなくなったね。まあ、ちょうどタイミングで、今日から挺身隊っていうふうに名もう前変変えわたんんなだ。いよ、本当に。変わんないよ、不謹慎だよ。不謹慎だよ、存在が。ドレさんね、だ、言俺語ののこ選びとを方よくを、知らないんだろうね。そうだいとや、思うよ。俺のことよく知らないかいや、ら、そうだと思う、そうだと思う。これでとっちめてやると、もう12回目ぐらいなのにね。そんなに。まあだから今、ほら、捨て頃関係の話が増えてるから、まあまた乗っかってはくるんだろうけど、まあ俺は何が悪いのとしか言いようがないね。いや、まあ、だから、いいんじゃん。だって会ってないんだし、何も起こらなかったんです。彼女じはゃあ、俺行こうはと思ったね、けじゃあ、ど、何がドレさんダサいかっていう話なんだけど、やった後だったらかっこよかったの。要は、何が悪いんだよって。若い女と何が悪いんだよって。やった後だったら俺、ドレでさもん超かっさ、けえってなったんだけど。釣り、最初から釣るって言ってる人どうやってやんの？最初から向こうは釣る気だったんだから、どうやってやるのさ。どうやってやる？いや、向こうは最初から釣る気なんだ。それを知ってた釣るの？気満々なの。いや、知らないけど、途知ら中な変かっだたんなだ。と思ったけど。いや、だってさ、もうこっから先電話話せないって言うと、必ず電話で話せないのよ。おかしいでしょ、LINE でやり取りしてんのね。だ、まあ、釣りなんだろうなって。俺はポイントポイントで、要するに、会う場所、向こうの指定じゃない、渋谷だと、他の配信者が囲まれたりするでしょ。写真撮られたまあまあすり。る場ね。所を変えたの。俺の任意の場所に。で、その打ち合わせをしたいから電話に出てって、都合がいい時で待ってるよって言ったの、かかってこないから、まあおかしいなっていう。でも人によってはね、疑心暗鬼になって、ただ単に忙しくて返せなかったとこあんのかなと思って、まあ言う通りにしてたのさ。そしたら電話がなくなっちゃって、パッと見たら、枠が俺開いにた。誘われた、いや、食事誘われたっていう枠をやってたから、まあ釣りだったんだねっていう。実は釣られたことはどうでもいいよ。もう何回目に、密かに、もう俺のもうベストオブベストの、婦人部と挺身部、あ、婦人部じゃねえや。まあ、慰安婦と、精神体が崩壊したっていうことが悲しいっていう。なんでさ、待ち合わせ場所をさ、自分が住んでるよりもさ、いいマンションで見栄を張ったの？待ち合わせ場所。だってそこから車乗ってお店行くんだよ。俺がどうせ釣られんだったら、渋谷組んだりも行って、こっち来い、あっち来いって言われるより、来ないんだったら自分ちのとこいいじゃん。いや、自分が住んでるマンションの前の方がいいんじゃないの？近いから。そっからまあタクまあシー乗りゃもいいじう特定はされてんだろうけど、なんでそんな材料を出すゃん。え？いや、でも、別に普通のさ、待ち合わせ場所でいいじゃん。なんで、その高級マンションの前が待ち合わせ場所だったのかなと思っの？そっからタクシー乗るかて。そうなんだ。ら。俺、特に意味なんかないよ。釣られてるんだろうな、途中から気づくかもしれない。もう遅いし、どっちみち。じゃあ、そこで俺が気づいて、これ釣りでしょって言ったところで、食事を誘ったっていうあたりはもうずっと言われるわけでしょ？言われるよ。
それが配信でしょ。だから言えばいいけど、まあ、ナナエツを長く見てたし、俺は、それなりのシンパシーとお互い感じてると思ってるから、残念だね。残念だよ。ドレさんだけだったんだね。あのね、時々ね、いや、向こうはこれ残念だって言ってたと思うんだけど、俺が一行でもね、今日泊まってきれんとかさ、なんだかんだ言ってもセックスしようよって言ったんだったらだけど、食事しようっつって、ここまで大騒ぎされなきゃいけない意味がわかんない、ね。仮にの話なんだけど、まあ、いや、売名をつだ、ね、仮にの話なんだよ。仮にだよ。まあ、配信外で会いました。で、意気投合しました。で、七色が少しお酒に酔ったのかなんなのか、ドレさん部屋行ってもいいって言ったら抱いてたの。そりゃそうっしょ。そこでさ、綺麗事言って、いや、それはないよ。食事で返すつもりだったよ。それはないっしょ。だって、設定がデタラメだもん。先によって、家に入れてくださいって、やってくださいって言われてやると。もともとのモチベーションが女の配信者だから、だから、それやるだろう。なるほど、なるほど。ただやれなかった、またやれなかったって。やれないうちにさらされちゃったっていう、悲しいなっていうお知らせ。なんで若い女の子なの全員、その被害に遭って。いやいや、被害ってやめてくれるなら、住居を成敗すると。会ってないんだから。そこ大事にしようよ、ワド。え、何？会ってないのになんで被害に遭うって話だろ。釣り取られたって言ったら、俺が被害者だよ。え、何？俺なんて言ったっけ、今。今、被害に遭った女の子たちがって言ったの。で、被害。だ、彼女たちはどんな被害に遭ってんの？いや、で、俺が女の子だったら、ね、俺が若い女の子だったらだよ、54歳の、いや賢い子たちは最初から、彼氏がいるんで2人きりでは会いませんとか、その日は用事があるから、私は会いませんっていう、それを女の子に言わせる時点で被害なんだって、女心からすると。だから君の中の常識が54歳が若い女性に声をかけるのは失礼だっていう大前提があるでしょ、そう、そう言ってんの。だけど、そんなの誰が決めることでは、俺は若い女性の彼女もたくさんいたしね、ちょっと前まで。今はっていうと語弊があるけど、ちょっと前まではね。それでさ、俺とその子が幸せだったら、だからイタリア人の論理でしょ。要は女の子に可愛いねとか好きだよっていうのはマナーだと。女の子は喜ぶんだっていうことでしょ。それに似てるわけ。いや、お前が言ってんのは、その興味もない子に俺が片っ端からね、声をかけて迷惑してる人もいるんだよってか、そんな下手じゃないよ。例えば向こうから下手だからこうなってるんじゃ。そこは違うでしょ。下手だからこうなってるんじゃ。うまいと思ってんのはドレさんだけなのよ。いやいや、だって、食事に行くって話になって、何が食べたいって言って、その人が食べたいっていうお店を選択して、何が俺が下手って話だ。だってバックレられたりめくられてるんだから下手なんでしょ。だって俺そんなこと一回もないもん。向こうが掌握でしょ。そんなつもりで誘ってんだから。掌握を見抜けなかったドレさんの力量の問題じゃ、何眼力の問題なんじゃないの。俺そもそも女のことなんて疑わないもん。みんないい子だと思ってるし。結果さらされたけど、七色さんのことは何も言ってない。いや、そういう問題じゃなくて、なんか伝わってねえな。いや、別にここで、わざと俺がコンセンサス出て、なんかないじゃん。まあ、ないけど。まあ、愚痴といえば愚痴。いや、愚痴といえば愚痴。いや、愚痴だよ。また釣られちゃったっていう。また釣られちゃったんだよ。で、これからも釣られていくんでしょ、釣られていくけど、もうしばらくはダメだね。ね、何その振られた中学生みたいな、もう女好きになれねえわみたいなさ。違う、女好きになれるけど、もう年内はダメだね。もう、これが尾を引いてね。他の子は全員もフェードアウト。他の子がいるってこと？ちょっと待って。他の子が、ちょっと待って、他の子はって何？他に誰がいんの？いや、これから会うかも、こっち来たりとか、俺が行ったら会うかもっていう人たちも連絡なくなっちゃったね。
ああ、これからの人ね、見込みっていうそかね、うそう声そう、かけてるわけじ見ゃ、込みっていう見か。込みっつうかね、これからの未来、要は機械費用のことね、オブジェスト。うん、はいはい。しかも、ケースにおいては女性の側からってもあるからね。なんでもかんでも、俺が声かけてるっていうのも、正直最近出会でもね、俺ね、やっぱたね、り、この話聞いて正て、やっ直、ぱりドレさん格好悪いと思うの。なんでかっていうと、ね、なんでかっていうと、これ黙ってたらドレさん格好いいのよ。七色にやらされてて、沈黙を守り続けたら、ドレ無さん理っ言う。しょ、そんな。無理っしょ。じゃあ、七色の勝ちじゃん、やっぱり。いいよ、俺、勝ちとか負けとかどんなに合ってないもん。一発やれたかやれないとやられなかったっつう話だから。だから結もう局、勝ちでも何でもいいだよ。からやりたいだけだったってことでしょ？それも極論で、じゃあ食事を楽しんで、その後の話だから、いかにも興味がないし、短絡的なやつ。そんなこと言ったら、世の中生きてる人、戦争も仕事の出世もスポーツも全部やりたいがためだよ。極論しちゃったら。何？だから戦それ争にが起何こるのは悪いの何？っやりたいからなの？て。え？何？戦争が起こったり飢餓があるのは男がやりたいからなの？もともとのモチベーションの根源はそこだよ。マウンティングの結果だから。バタフライエフェクトだから、最初は。後からもっともらしい理由をつけてるだけで。ほう。ノーベル賞のモチベーションもそうえ、だ何？し、スノーポベル。ーツの世界チャンピオンのモはあ。チベーション、まあその人は同性愛者だったら別だけど。まあでも性欲だと。すべては性欲だからで。全て性欲だよ。本能に根付いてるんだよ。そのモチベーションっていうのは。お金が欲しいっていう人も、その人が異性愛者で女に困ってればそのお金使って何するの？女にモテたいんでしょ？それはドレさんの考えでしょ？それはあなだたの主観ですよね。俺のワールドで、俺の主観言って何がいいけや、ないまあのっ悪くなて。いけど、それを、なんか俺のさ、中では、それをいえいえ、さ、君が喧嘩事実すだ。る気がないけど、君が言ってるのは、俺が間違ってる、あんたが悪いって言うから、いや、言ってない、言ってない。違う俺のの。価値観では違う。間違って俺ないはドよっレて言さっんのこてとる。を否定してるわけじゃないの。ドレさんが言ってることとやってることずれてますよねっていうことをずっと言ってんのよ。だ、それもいいじゃねえか、別に俺の人生あんな。いや、いいけど、全然。じゃあいいけどって言っちゃったらそれでいいじゃないか。いいんだ俺よ。は釣られて今日振られたって、それが悲しいって話で、何がっていうと俺が信じてたのに、また釣られたっていうのいはや、悲わかる。しいって話。いや、わかる、わかる。それだけだ、じ別ゃに。あ、それだけだけど、そのさ、じゃあ俺が、あ、ドレさん、そうだよ。ドレさん悪くないよ。ドレさん、次の女行こう。女いっぱいいるよって。ドレさん、モテるよって言ってほしかったってこと？このな会こ話。とない。別に実際女いっぱいしすぎたいんだ。でしょ？ただもう次はないでしょ。なんでそんな結人？構、いや、釘も刺された。誰に？次暴露あったらやめるから。その次の暴露があったから終わりでしいや、やめる？ いや、俺はょ。そ別れに。も、それも、まあ自己責任だ。それはしょうがないけいや、いいんだど。け七色ど、がどなんうかこう。別になんかダメージになってないんだったら別に。次ダ行けよ。メージ決まってんだろ、まあ、あんなこと言われてよ。ダメージ食らってんじゃん。じゃあ、やっぱドレさんの負けだよ。だから、勝ち負けのつもりなんてないって、それが勝ちだと思うんだ、思えばじゃ。俺別に、七色さんに恨み事言ってないって。楽しかったんでしいょ、や、その恨み釣り事が。ずっと言ってるから。恨み事しか言ってないよ。じゃあよかったねって。恨み事しじかゃあ言っ俺てないは、じゃん。ブスのくせにと か言っそういうてとないこよ。だよ。ブスのくせにとか言ってないけど、恨み事は言ってないって言いながらさ、お前人の DM 晒すとか釣るとかどういうことだっていうことをずっとぐちぐち言ってるわけだ。だから言っいや、てる。七色さんがっていうか、その文化が俺にはわからないって。いや、文化ではないでしょ。そうしない女性を見抜けなかったドレさんの責任でしょ。ドレさんがそういう女に引っかかっなんたっかていう。鶏が先かみたいな、ちょっと納得はいかないけど。だ納得いかなくないよ。殺したやつが悪いんだろうって言っ違うたら、い違や、う違う。殺だっさてれる俺、のを殺リスす理ナー由とがあっパコったんでたしりとょ。か、配信者とパコっても、何人もいるけど、そんなさらされたこと一回もないもん、俺。何人もパコってきたよ。配信者とリスナーと。いや、俺だって何百人っていう中の10人だから、そんなさらされてない。そんな何人もいるの？ごめんなさい。ちょっと。ごめんなさい。
いや、本当はいないんだけど、もしいると仮定したらだよ。いると。のりこごめん。のりこごめん。あの、いるとしたら、あの、俺はさらされない自信があるよ。のりこ、やっちゃえ、こいつ。やるぞ、そのうち。なあ、教えてあったろ。内もも、太ももの内側だぞ。柳で刺しちゃえ。あと4分救急車来なかったら大丈夫。お前刑務所行かないし。それ殺人補助だよ。どれさんもやばいよ。切るぞ。え？チンコ切るぞ。うん。チンコはやめてあげて。うん。ワードはあんま使ってないみたいな。それはやめてあげて。チンコ使ってない全然。童貞だから俺。うん。うん、お前も妖精入ってきたな。何妖精って。妖精っぽくなってきた。そう？よく小指立ってるし。俺ね小指立つんだよね。あの、うん、パイセンが、うん、和道の配信が俺に似てきたって言ったけど、ある時見たら、うん、全く同じだったから危機感は持ってほしいと思うよ。パイセンと同じスタイルになってんの俺。ちゃちゃちゃ、君の放送俺と同じになってきたって。いやいや、なってないよ全然。いや本人そう思ってるけど周りの人は思ってるよって話。思ってないよ。それドレさんが勝手になんか俺のこと。俺じゃない俺じゃない、ユイガがそう言ったの。いやいや思ってないよ。うちのリスナー今200人いるけど思ってないよ誰も、うん、ドレさんに寄せてきたとか被ってると思ってないよ。まあまあリスナーさんなら他人が見てどうこうっていう。 何を言ってんの。いやパイセンが言ってたから。うん、いや別に言わすときはいいけど全然、うん、全然被ってないよ。うん、まあいいよ、あのネタ提供したのに全然乗ってくんないしさ。乗ってるじゃねえかよ、ずっと。迷惑みたいなこと言うからさ。言ってないよ。言ってないよ。そんな、お迷惑だなんて思ってないよ。この前楽しかったのにさ。いや、楽しかったよ。何よ。ねえ、じゃあ、女でぐちぐちするとからしくないよ。しかもお前さ、うん、カツサンドをのりこに買ってやったら、それお前が食べちゃって嬉しかったから、うん、そのせいで、炭水化物たちができなくなって俺のせいで手ぶったみたいなさ。あれのりこにあげたら BLT も両方。え、何言ってんの。俺そんなこと一言も言ってないよ。被害妄想がひどいって。俺そんなこと言ってないよ。痩せてんだから。痩せたよって報告をしてるんだよ俺ずっと。いや、うん、あの時炭水化物たちしてたのに、うん、あれで全部終わったって。のんちゃんのベッドであれ食べて。じゃあ全部さ、じゃあそれは受け取り方違うって。あれで炭水化物食べて、炭水化物美味しかったね、ドレさんに感謝したよっていう話を、なんかドレさんのせいで炭水化物食べちゃったなんて言ってないよそんなの。いやどっちでもいいよ、うん、ちょっとあれ美味しそうだったな。あれうまかった、うん、なんかさ、もうもっとさ、なんかそのなんつーの、いい女の人と出会えばいいじゃん。もっとなんかこう、だからお前はだからてめえはダメなんだよ。何がダメなの。地引き網療法だよ。いや俺地引き網だよ。全部かけといて、うん、中にいいのが入ったら黒ダイとか、うん、な。だから俺その療法でのんちゃんゲットしたんだよ。一番いい女あれだよ、地引き網で。のんちゃんはすごい。すごい顔してる。遠い目してるじゃん。ちょっと、責任取ってよ、ドルさん。のんちゃんがすげえ。のんちゃんはそんな人じゃないよ。のんちゃんあれ人を殺すとき、あれ爆走襲撃したりとか、ミュウツーやったときの顔なんだけど。あれはもう、ベストロボだよ。うん、いや、やばいよ、あれ。暴走モードの。配信会で、こんなロボだよ。足もすぐ三原則なんて。まだ信じてんの？ねえよ。うん、やるときはやるよ。しかも、うん、のんちゃんやったって、うん、あの大丈夫。キューバで567打てる。シュアに打てる。場外ホームラン級の気違いだから。一、うん、人ぐらいは無罪。まあ無罪だろうね。一人ぐらいはね。うん。でも、のりっこは俺のこと殺さないよ。なんでそんな自分に聞かせたりしてんの。違う。だってのりっこは世界で一番かっこいい男を殺せないんだもん。なんで催眠術的なこと言うの。封印、こう制御しないといけないの、俺は。そりゃそうだな。そうだよ。プログラミング、そう、プログラミングちゃんとしとかないとな。バグを今植え付けられてるから、ちゃんと、あの、通常運転にするようにしないといけないから。あと、家にないときに、あの、小型の電のこのオイル抜いとくか、うん、まあ、充電が常に空になるに乗ってんな。あ、そうだね。うん、あ、でもあれは、解体をっつってた。刺すときは
包丁っつってたから。多分包丁とかメスとか、あの、多分手応えがあるやつ行くと思うよ、のんちゃんは。うん、うん。うん。まあ、その後、チンコ切るだろうな。うん。もういい。でも、ドレさんさ、なんでそんな54でまだ女抱きたいの？そう、俺の体に切る。じゃあなんで54で格闘技できるんだよ。ああ、まあ若いのか。身体能力が高いから、うん、当然だけどそこに性行為能力とか。いや、風俗行きゃいいじゃん。そのためのサービスなんだから、風俗行きゃいいじゃん。やだよ、愛がないから。愛が欲しいんだ。切られちゃった。いや、切ってないけど。特に。やば。何ビロ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 。誰か来たよ。七色来たんじゃないの。うん。なら来ない。住所も知らん。誰。じゃあねー。ピンポン鳴らしてる。あ、女だ。じゃあねー。女でしょこれ。女でしょ。いや、誰。和田くん。和田くん。誰。またねー。ピンポン、部屋ピンポン鳴ってんじゃん。誰がいんの。ちょっと。ちょっと。おい。あ、もう最低な男だな、本当に。あ、切りやがった。うわ、だからこういうところでしょ。こういうところが女の人からするとふざけんなって話でしょ。ごめんね、あの、赤か、嫌いか好きか書いてね。嫌いか好きか書いてください。いや、こういうところでしょ、完全に。女呼んでるじゃん、部屋に。なんならデリバリーですか。いや、デリヘルでしょ、これ完全に。なんかさ、俺が悪者みたいにされたのがすげえ嫌なんだけど。好き、ありがとう、好き。いや、あの、下のテロップ読んでくださいね。うん。女が家に来て即切りとかひどいよね、本当に。でも全然嫌われてなくない？全然嫌われてないでしょ。うん。うん、あ、文章読んでください、下に。ルール書いてあるんで。文章読んでね。うん。いやー、でいうか七色はないわ。七色はないわ、正直。うん。パフェありがとう。濃い味ありがとう。パフェありがとうございます。ごめんね、なんかシカトみたいになっちゃって。ちゃんと読んでたんだよ。ただ赤かね、好きか嫌いかが、あの、この企画のミソだから。それ。パコりまくってなくせに。何？パコりまくってなくせに。パコってないよ、全然、俺。全然パコってない。パコってないよ。ありがとう。うん。なんで地引き網って。じゃあ地引き網を言ったの俺じゃない、ドレさんだよ。俺じゃないよ。ありがとうございます。てか青3つしかないじゃん。全然嫌われてないじゃん俺。全然嫌われてないよ。うん。全然嫌われてない、うん、めちゃめちゃ好かれてんの。めちゃめちゃ好かれてるの、うん、ドレさんとお話終わったよ、ナーさん、うん、ドレさんと、あ、ありがとう、ナーさんがじゃあ好きでいいのかな。ナーさんありがとう。ナーさんからいただきました。よいしょ。めちゃめちゃ好かれてんじゃん。これが現実だよ、これが。これが現実だよ。青3つしかないもん。メガホン10個ありがとう。青か赤か書いてね。好きか嫌い。まあ、青か赤か書いてね。赤ね。ありがとう。メガホン10個ありがとう。アマモさん。よいしょ。これ、赤一色で終わんじゃないの？ヒゲはね、俺ね、ヒゲ剃れ剃れって、ヒゲ嫌いだからって言われるんだけど、結局ね、ヒゲ剃るとね、なんか、あ、ヒゲあった方がいいですねってなるんだよね。ヒゲあった方がいいですねって。結局なるんだよ。うん。赤ね、今貼ったよ、なおちゃん。ありがとう。無料アイテム3個か、風船10個か、メガホンかって、下にルール書いてあるんで。無料アイテムを添えて、
赤か青か投票してください。赤ありがとう、ニツさんありがとう。結構やっぱね、女性から票がいっぱい来るな。モテる、うん、ありがとう。これ赤でもう相当埋まるっしょ。これ俺の価値観でしょ、うん、アイテムにコメント添えてね、赤か青か。いや、やり方が下手なんだって、ドルさんは。やり方が下手なんだよ。女に暴露されるってことは好きじゃないんだから。本当に好きだったら暴露なんかしないでしょ。うん。そいつが食えなくなるんだから。だからドルさんが下手なんだよ、恋愛。ドルさんが下手なの。ドルさん54歳だよ。54。ドルさんが恋愛未熟なんだ。そんなさ、だってさ、その同い年の女性からするとさ、嫌なやつじゃん。若い女ばっかり言ってさ、その結局男って若い女好きなんでしょってなるでしょ。赤ありがとう、ありがとう。マリモッチより、あ、マリモッチありがとうね。どこに貼ろうかな。もうこっち側行けなくなってきたから、この辺に行こうか、はい、ありがとうございます。マリモッチありがとう。下手なのか小指なのか、下手なんでしょう恋愛が。どっからどう見ても下手だと思うよ、うん、愛が欲しいってさ、愛ってもらうもんじゃなくて与えるもんじゃね、うん、だから人を愛してない人が人から愛されることはないんだ、うん、そこがドレさんのダメなところ。愛されたい愛されたいっつって誰も愛してない、せやでーっつって。若い子嫌いっていうよりも、その若い子と恋愛はしないって決めてる、うん、若い子嫌いでもないけど、そのなんて言うんだろう、君にはまだ早いっていうか、君は違う人と恋愛する時期だよっていう、うん、そう、まだ俺の良さ分かってないよっていう、君に俺の魅力が理解できるはずがないっていう、与えるもんでしょ、うん、これはだから全然、うん、年下の人と付き合ったこと1回しかないかな。なんか若いものがいいっていうのはなんかよくわかんない、未熟さみたいに見えるんだよね。え、ドルさん今日桃菜と便所、赤ありがとう。さっきのセリフね、オッケー。愛はもらうもんじゃなくて与えるもんだと思うよ。花火ありがとう。恥ずかしい。にゃんにゃん、今日のんちゃん後ろにいるよ。のんちゃん手振って、のんちゃんいるよ、ありがとう。え、何、便所さんと桃奈々さんのイベントをバックれて女にかまけてたってこと？干されるよ、いい加減。干されるぞ、どれの深夜食堂。いいの、そんなことやってて許されるの、ね、裏でコソコソやんのあんま好きじゃないんだよ。なんで裏でコソコソやるか嫌いか続き言っていい？ドレさんにさ、そのストップかけられちゃって話割り込まれたから言えなかったんだけど、配信者が裏で会いたいっていうのは他に女がいるからですよ。正解でしょ。ドルさんがやましいとかそういうこと、やましくないよって、俺はドルさんが言ってることを配信で載せてたらやましくない。ただ配信に載せられないってことは他にキープしてる女がいたりとか、他にワンチャン女を狙ってるからでしょ。でしょ、人を愛してないじゃん、七色を女性として見てないじゃん。だから、七色はそういう、女性はそういうところ敏感だから、それの、なんつうの、逆でそうなってるんだよ。だから本質じゃないんだよ。その、さらそうとか。そう思わない。七色からすると、何この人って。
私のことを口説いておきながら全然私のこと本気じゃないじゃん、そういうことでしょ。パイ投げありがとう、わらわらさん。赤か青か書いてください。うん、そうだったら堂々とやればいいじゃん。この女が好きだって、この女を愛してるって。違うの、違うの、俺が言ってること間違ってるか。俺は堂々と言ってるよ、この人が好きだって。あ、アイテム投げるとき青か赤か書いてね。うん、アイテム投げた、投げるときに書いてね。うん、矢野ラッキー投げた？うん、ちょっと俺がトークしながらでさ、ドルさんとカウントにミスがあったら教えて。多分全員貼ってると思うんだけど今、うん、赤圧勝だよね。確かにさっき七色が配信者同士のご飯なのに秘密にする意味がわからない。いや、そうでしょ。だからドルさんの下心でしょ、それは。要は、女の花火師がいなくなったら困るとか、そういうなんかずるい考え方が出てるんだって。別に女口説くのはいいと思うよ。ありがとう、パイだけ。女口説いていいと思うよ。そこに誰も文句言ってない。そうじゃなくて、女性からの支援が減るとか、そう、他の女がっていう発言が女の人を怒らせるんだって。俺別にドルさんを否定してるつもりじゃないよ。ドルさんが理解してないんだよ。そう、なんで怒られるのかって。うん、ありがとう、タコスケさん。赤か青か書いてください。そうでしょ。そこ、女性って敏感だからそこに気づいてるんだよ。それを俺は下心って一言で言ったの。うん、赤ありがとう。おー、ありがとう、コトさん。コトさんありがとう。赤が、この辺かな。眉毛、毛にかぶらないようにしちゃった。ありがとう、青。ヒロシさん、俺のこと嫌いなの。寂しいな。青。タコさん、赤。了解です。青入りました。で、赤。連絡なしで、ベンドさん、切れるでしょ？そんな女のケツを追っかけてさ、イベントばっくれるとか。そっちの方が問題あるわ。赤ありがとう。何でもかんでも裏ですね。荒野くんとのご飯も裏。まあ荒野の件に関しては、あの、俺は別に良かったと思ってるけど、あれは大人な対応だったと思ってるけど、今回のは完全下心だよ。間違えた、青じゃなかった。うん、はいはい、青は嫌いな人ね。ありがとう、ヒロシさん。じゃあヒロシさん2つね。ヒロシさん2つ、これ剥がすよ。赤2つ。好きな人多いですね。嬉しいですね。54歳で連絡なしでバックルはダメでしょ。めっちゃ好かれてるの、うん、めっちゃ好かれてるじゃん。これあれだな、ワドアンチって3人しかいないんだよ。分かった、これで。そう、ワドアンチってとか3人しかいないんだよ、現実。これが現実なんだよ、うん、データで物を語らないとやっぱり、うん、データで物を語ろう、データで。だからそのやりたいだけとかいうのはそういうところが見え隠れしてんのよ。愛が欲しいとか言って、そんな女の人が愛するわけないじゃん、そんな男。うん、あのね、俺よく言うんだけど、その金がないから女にモテないって思ってるんだよ、ドレさんは。さっきのさ、戦争が起こるって発言とか、ノーベル賞とかって、そういうことだと思う。違うんだよ。女の人ってね、楽しませることができる男の人についてくよ。この人と一緒に生きてて楽しいって思うんだったら絶対ついてく。小さじさんありがとね、いつも。赤ありがとう。そう。で、だからお笑い芸人ってお金がなくても女の人がつくんだよ。楽しいから。で、女の人の中でその笑わせてくれるのが楽しいとか、その優しいのが楽しいとか、お金持ちと一緒にいるのが楽しいっていうのが違うだけなの。だからお金持ちはモテるけれども、お金を持ってるからモテるっていうのは間違った理屈だと思ってる。俺は間違ってる、完全に。だからそれはモテない男の典型的な言い訳だと思ってるね。俺だってその生活保護でも彼女いたもん。どんな状況でも彼女いなかったわけないもん。のんちゃんにありがとう。ねちありがとう、うん。モテないやつはモテないんだ。
モテないやつは永遠にモテない。ワード2、芸人さん赤か青か書いてください。めっちゃ好かれてるね。これ赤、赤埋まるっしょ。赤。月給1万の芸人でもモテるよ。だからそれが芸、俺は芸だと思ってんの。そう、お金がなくても強いっていう。金がないと何もできないやつっていうのは金掴んでも何もできないんだよ。赤ありがとう。赤ありがとう、芸人さん。ワード2、赤ね。一番大好き、ブジョルさんありがとう。赤いただきます。赤ね。圧倒的だな。ワドアンチ、全然来ないね。この3人だけなんだ。3人だけ。世の中で俺のこと嫌いって言ってるやつはね、3人しかいない。これが現実だよ。ドレさん普通にしてたらモテるはずなのにゃ。なんかドレさん自分で自分の首絞めてる気がする。なんか女の人がね嫌う行動っていうか、恋愛的にないわって思う行動をね結構選択してるんだよね。結構選択してる。オールバック似合う？そう。昔はずっとオールバックだったんだけどね。最近オールバックしなくなったね。便所さん、マジ切れだろうね、これは。便所さんはマジ切れでしょ。それ本当なの？ドレさんと桃奈々の企画、バックレタっていうの。結構、それはダメでしょ。いや出れなくなると思うよ本当に。カンナさんありがとう。本当はね風船10個だけど、まあいいや。カンナさんありがとう。せっかくね投票してくれたから。よいしょ。カンナさんね、これありがとう。ダメでしょ。まあ捨て頃出れなく、まあドレさん自体はいいんじゃん。捨て頃もう出なくても、まあぶっちゃけもう有名人になっちゃったから売名する必要はないと思ってて、本人もあんまやる気ないんじゃんよ。捨て頃に対して出たい出たいっていう、そのまあないじゃん。あの頃はさ、30人ぐらいの閲覧とか20人ぐらいの閲覧でチャンスをくれっていう姿勢だったじゃん。もう一花咲かせてんだ、便所頼むっていう。もうそうじゃなくても天狗になってるわけだから、なんつうんだろう、俺はスターだみたいになってるわけだから、別にオファーかけなくていいと思ってんだよね、ドレさんに。客もなんか出たくない人を見て、やる気のない人の試合なんか見てもしょうがないと思ってるから、俺は別にドレさん出さなくていいと思ってるよ。伝説のスケボー配信、赤ありがとう。パフェありがとう。コツさんありがとうね、たくさんありがとうございます。よいしょ、だいぶ埋まってきたな。パフェなので3つです。スケボーやりたいんだけどね、通報が入っちゃうと何もできない。パチンコ配信も元は結構俺早くからやってたんだけどね。多分なんだけど、ドレさん自己愛性人格障害だと思う。なんか被害妄想が結構強い。そんな感じしない？
被害妄想めちゃめちゃ強くないドルさん。普通にかっこいい男だと思うんだよね。ありがとうカンナさん、ありがとう。謝んないで全然。よいしょ、ほい、カンナさんありがとう。王はあだで返すっていうか、結構プライド高い人なんだよドルさんって。まあそれ年齢的なもんだと思うけど、世代的なもんだと思うけど、あのなんつうんだろう、会社の上司にいる典型的な人だから、これ悪く言ってるわけじゃないかんね。勝さんの下りはさ、完全な被害妄想じゃん。俺ドルさんの悪口言ってないじゃん。結構ねそういうところあるんだよね。前も結構それで揉めて一回大喧嘩したことあるんだけど、そうなんかドルさんからイベント呼ばれたのよ。あのオフ会に行きたくないっつったけど、オフ会に来てくれどうしてもっつって行ったら、なんかツバニャンとなんか大本芸始めて、俺相当ディスったら、なんかおめえなんだてめえあれはとか言ってめちゃめちゃキレられたことがあって、うん、赤圧倒的だね、うん、意外と好かれてたっていう、うん、嫌いな人3人しかいない。赤ありがとう、なおさんありがとうございます。シールまだまだある。よいしょ、赤ポチッとね。ドルさん知らないうちに嫌われてるタイプ。俺は別に嫌いじゃないけど、ドルさんがどういう人か分かってるから。ただまあなんつうんだろう、もっと割り切ってやりゃいいのにっていう。いても立ってもいられなくなってちゃんまんに突してんの暇だな、ドレさんドレさん今度ちゃんまんに電話かけてんの。それよりもピンポンの女誰だよって話だよな。ちゃんまん、ちゃんまんに相談してんだ、よっぽどはなんつうの、七色のこと恨んでるのが分かるよ。いやどうでもいいんだよとか言ってるけど、めちゃめちゃ荷に持ってるよ。荷物が届いただけだったんだ、うん、青する。あーごめんごめん、青か、赤、赤入れてた、ごめんごめん、一個剥がします。青か、すいません。なおさん嫌いなの俺のこと、やめて。圧倒的勝利だったのに。青、俺のこと嫌いな人青、うん、いや自律神経、俺ドルさんはね本当にあの冗談抜きで結構統合失調症やばいと思ってて、パンチドラッカーなのか統合失調症なのかよくわかんないんだけど、なんか被害妄想が結構強いんだよね。赤ありがとう、なおさん赤ありがとう。本当に被害妄想結構強いところがあって、そう、パンチドランカーの、ドラッカー、ドランカーか、うん、バランス取りたくなるよ。いいよ、アンチ呼び出してきてよ、アンチ呼び出してきて。俺青で埋まると思ってたから意外な結果なんだよな、これ意外な結果だよね。企画として青で埋まって、おい赤どうなってるんだよっていう話になると思ってたから。意外だったね。精神薬、覚醒剤を長く使うと分裂症になる。いや、精神剤を拒むタイプだね、あの人。飲んでないと思う。赤、ペコさんいらっしゃい。挑戦じゃないけど、青。なんで嫌いなの、うん、よいしょ。お、カオスお帰り。カオスお帰り。やっと番明けだ。待ってたよ。さっき LINE しようと思ったんだけど、ドルさんから電話かかってきちゃったから。かけらんなかったんだよ。番明けおめでとう。何してるの？俺のこと好きな人と嫌いな人の投票をやってる。メンタル弱いんだよね、うん、意外と繊細なんだよね。アドさんが言ってたアンチはアイテムを投げない泥棒ってのがよくわかるでしょ。いやこういうことだよ。だから相手にしても意味がない。でたまにいるのよ、なんかそれを論破しようと思って、いやアリの軍隊はその組織の中でそのなんかアンチが減るとアンチが2割生まれるんだよとか言うけど、生まれないんだよね俺やで。おう、誠いらっしゃい。嫌う理由がない。人を嫌うのって結構エネルギーがいるからね。そう、
なんつうんだっけ、脳機能学だと怒りっていうのって5分持続しないって言われてるの。3分持続しないのかな、ほとんどの怒りって。だから3分間怒ったとしても冷静を保てるようになると、怒りって静まるんだよね。久しぶり、あ、青たくさん来たらね、エスパーシールっていうの、これ名称は分かんない。ていうかあれだな、買いすぎたな、シール。じゃあのんちゃん来て、のんちゃんも参加、のんちゃん黄色で参加して、のんちゃん黄色、のんちゃんもやろ。シールが余っちゃってもったいないから、いいの、来て来て、あ、ぶり返す、いや、いいから来て楽しもうよ。のんちゃん来て、早く。のんちゃん好きな人は黄色、よし、のんちゃん、のんちゃんも参戦。青もったいない、青に入れる。のんちゃんここ座って、のんちゃんもやるよ。のんちゃん黄色、のんちゃん嫌いな人緑のんちゃん丸くなったね、青でお願いします。あのルール読んでください、慎吾さん。のんちゃんは黄色で参加のんちゃんプニプニしてる、ガリガリだったもんね、出会った時ね。少し丸い方が可愛いよ。緑が好きだけど黄色。ルールを読んでくれよ。ルールを。下にテロップで書いてあるから。無料アイテムが配られてんの。その無料アイテムの企画なの。無料アイテムを投げるときに色を書いてくれればいいの。ランハゲにも電話してんの。病気だな、もう。病気病気、ドレッシング病気。青シールが大量に余るね。赤、ありがとう。のんのんさんが赤、じゃあやっぱり青。オッケー、青ね。のんのんさん赤ありがとう、ワド大好きで、なおさんがワド嫌い。ここかな、ブルー。なおさんありがとう。のんちゃん黄色ね。こんばんは。黄色。のんちゃんありがとう。のんちゃん初アイテム。のんちゃん好きだって。イエーイ。イエーイ。おでこ歩けて、こっち向いて。よいしょ。はい。のんちゃん、カオスからもらったよ。あ、ごめん、ね。黄色来た。ちょっと待って。もっと髪の毛上げることできないの？ほっぺたにしよう。ほっぺたにしようか。はい、黄色。あれ。はい。あ、黄色、黄色。黄色が、トベッチさん黄色。トベッチさんが黄色。はい。のんちゃん黄色。こっち向いて。はい。いい。で、ブルー。俺のこと嫌いな人が増え始めた。あれ？俺の貼って、で、あー、のんちゃん大好きありがとう。やったー。ちょっと待って、のんちゃん、ちょっと待って、どこまで読んだっけ。ブルーで、次のんちゃんに黄色3つ。のんちゃんにパフェありがとうね、濃い味。はい、のんちゃん1個2個。3個。はい、のんちゃんで、濃い味ありがとうで、あー、のんのんありがとうね。空色がよくわかんない、ブルーかな。で、俺がブルーで、和道の眼球に赤は無理でしょう、この辺に行くか。ここで勘弁してくれ。で、のんちゃん大好き、大花火ありがとう。デカシール、どうしようかな。ここかわいいからここにしよう。はい、
よいしょ。なんか肌がいいってやって。よし、はい、OK。黄色のちょっと待って、間に合わないな。急に黄色勢力が黄色で、これが黄色が、なおさんの黄色ね。もちろん青、うりさんね。うりさんありがとう。ありがとうっていうの変だよ。俺のこと嫌いっつうの、なんで見に来るんだって。黄色、うりさん、これね、うりさんで黄色。ことさんありがとう。ていうかのんちゃんすげえな。花火ありがとう。ピー、ちょっと待って、のんちゃん黄色で、次バランスが悪いから青。あ、青ありがとう。よいしょ。青黄色が上回ったら罰ゲーム。黄色、あ、いいよ。みのむしさんはどっちなの？赤、青、黄色。黄色か、黄色って書いてあるか。黄色ありがとう。黄色三つ。罰ゲーム何にする？何がいい？のんちゃん決めていい？のんちゃん勝ったら何にする？わかんないな。俺に罰なんか与えたいの。チンコ切る。チンコ切ったらダメ。なんでチンコ切りたかってんの？黄色人気だね。いいよ罰ゲーム。のりこには負けないもん。俺一応配信歴長いからね。のんちゃんの加速半端じゃないよね。何がいい罰ゲーム。いいよ、受けて立つよ。メガホン10個ありがとう。とこさん、赤青黄色書いてください。黄色のんちゃんで了解です。コシさんありがとう。のんちゃん人気だね。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん人気だね。はい、のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん大人気だね。とこさん、のんちゃんに、はい、とこさんものんちゃん、のんちゃん人気でしょ。のんちゃんも配信やりゃいいんだよ、雑談配信。黄色、あ、モロンジさんね、風船10個からなんだけど、せっかくなんでサービスします。はい、のんちゃん、のんちゃん、カンナさん、のんちゃん、すげえな、のんちゃん人気。はい、こっち向いて、よいしょ。はい、で黄色、3つありがとうございます。コトさん、罰ゲーム何にする？何がいい？よいしょ。はい、じゃあマッキーで黒目かく。マッキーで黒目描く、あの落ちないんだよね。黄色ありがとう。のんちゃん黄色すごいな。ちょっと待って待って、ここにしようか。何がある？青余ってるんだよ。何がいいかな。黄色、コットさん黄色ありがとう。2つ、ピー、こっち側に行こうか。よいしょ、目つぶってて、はい、はい、変な部族みたいになってきたね。黄色ありがとう。黄色、つる子さんと、おっくんと匿名さん、つる子さん、おっくん、匿名さん行くね。つる子さん、おっくん、匿名さん、匿名さん、はい。で、鶴子さん、メガホン127個はやばぞ。誰にこれ17個、シール17個は誰にすればいい？やばぞ、キョンキョンに。はい、17個で、ね、いくよ、いくよ。123、ありがとう、ピーン、45、6 7 8 9 10個17個か。11 12 13 14、15、16、17個。はい、花火ありがとう。花火ありがとう。おっくんが3つだけど、パイ投げは3つ。はい、1個、あ、2個。おっ
おっくんありがとう。3個すごい、のんちゃんの追い上げすごいやな。おっくんでしょ。で次黄色、ありがとう、花火ありがとう、ドンピー、ドンドーン。やべえ、俺負けてんじゃねえの。うん、すげえな。違う黄色、これしかないんで、オッケーオッケー。ジョージャクちゃん黄色ありがとう、ありがとう、ピー。可愛、うん、くなった、可愛くなったね、うん、なんかあの民族みたいになったね、なんか、うん、黄色シールまだまだいっぱいあるから大丈夫だよ。メガホン10個ありがとう、色を描いてください。小里さん、10個ありがとう、色を描いてくださいね。黄色ありがとう、黄色え、罰ゲーム何にする。じゃあいいよ、のんちゃん決めていいよ、リスナーさんと一緒に決めて。まぶたに目を描く、まぶたに目を描くのはあれだ、落とせない、うん、黄色痒くなるね、すごい痒いよね、油がねたまるんだよね、むずむずするんだよ、すごい。じゃあ俺のさ、おでこの面積が広いからなんか負けてるように見えるだけで、勝ってるんでしょ俺の方が。勝ってない、同じぐらいでしょ。でもそう、おでこが広いから俺、うん、ちょっと赤とか青も、赤勢力どこ行った。婦人部起動せよ。のんちゃん人気だかんな。婦人部が黄色だ、婦人部はのんちゃんの味方なんだ、うん、黄色、のんちゃん可愛すぎ、黄色おめでとう、ありがとう。え、俺負けるな。どこがいい、顎にしようか、顎、うーってやって、はい、真ん中、はい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 、はい、Thank you Thank you。 のんちゃんシールだらけだ。マガジン一発打ち込む、グレックフルホート、うん、おけつの穴に打ち込む。お尻の穴はダメだよ、うん、なんだろう、ガチャガチャうるさいな。ピザだ、誰かがピザ頼んだ。ピザ最近食べてないね、ピザね。罰決まったら書いといて、 OK。罰何にする？ここに目描いてあげるよ。ここに目描くの？それだと面白くなくない？そう？何がいい？じゃあ渦巻き？ホップに。何がいいかな？ホップに渦巻き？何がいいかな？なんかもっとこれやだっていうのがいいんじゃない？のんちゃんもやるんだよ負けたら。何がいい？罰ゲーム何がいいかな、みんなも考えて。俺とのんちゃん負けた方が罰ゲーム。山手線は重すぎるでしょ、もう一個の壮大な企画になるぐらい重たいから。やってるしね俺、高尾と山手。のんちゃん可愛いでしょ、今からっつうか、まあすぐできる系だよね、終わったらね、配信が。何がいいかな、のんちゃんかわいいでしょ、まあ、47には見えないわな。35って言われても騙されるの分かるでしょ。別に35、まあ俺の年上かーで、うん、なんて書いてあるの、コンドームマン復活、あ、コンドームマンやる、うん、負けた方じゃコンドームマン、コンドームウーマンかコンドームマンだね、うん、負けた方はコンドームかぶるで、ツイッターに写真あげる、これ罰ゲームでいい、 OK。 負けた方はあのコンドームかぶってツイッターに写真をあげる、うん、黄色ありがとう、はい、黄色ありがとう、
よいしょ。はい、どこがいい？ここにしようか。花火ありがとう。黄色のんちゃん買ったら和道の何ジラン？グランコスプレ。学ランコスプレ。学ランなんて持ってねえぞ。うん、あ、のんちゃん買ったら和道学ラン？学ラン持ってねえな。実家にしかない。お、花火ありがとう。どこがいい？ここにドーン。ドーン。ピー。Thank you。黄色。匿名さん黄色書いてある。学ランコスプレ。学ランなんか持ってねえぞ俺。延長できます。あ、勝手になるのこれは。これを外すと、あのいつものみんながやってるここに延長しませんかって出てるの、こうやって。で、これを自動にしておくと、俺にだけアナウンスが流れるの。もう勝手に使いますよって。俺は自動延長だから。リン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 。のんちゃんの方が多いかな。多い。数えて何個か。学ランフェチなのかな、うん、数えて何個。違う、自分のじゃなくて俺のを数えて。青も含めてね。50、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 50
7でしょ、うん、1,2,3,4,5,6 だから花火は俺が1個買ってんのね、うん、で60と何ん50個普通のが赤が50とこっちが10、うん、な60ね、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23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 ,
はい、1、2と、はい、のんちゃん人気がすごい。ありがとう。俺とのんちゃん変わんないね、ほとんど。外寒いよ、外寒い。でも寒くなると何が嫌だかって、月見団子10個ありがとう。月見団子じゃあ 3個くらいにしとこうか。黄色1個ありがとう、黄色ありがとう。黄色まず1個と3個。はい、こっち向いて、1、1、2、3と、うん、はい、うん、黄色ありがとね、うん、外寒いよ。黄色サンキュー、ドンピー、ドンピー。豚の角煮作りたいね。角煮するかチャーシューにするかどっちにするかだよな。あの肉はでも角煮の方がいいかな。角煮の方が美味しいかな。メガホン10個ありがとう、ピンクちゃん、青か赤か黄色か選んでください。のんちゃん好きな人は黄色、俺のこと好きな人は赤、俺のこと嫌いな人は青です。
キロ、のんちゃんすげえ人気だな。圧倒的な人気じゃん。のんちゃん、はい。ありがとう。メガホンありがとう。ピー。のんちゃん配信やった方がいいんじゃないの。苦手だ。苦手なんだ。見る方が好きなんだ。見る方。うん、一番最初誰見てたの配信は。配信も。うん。見るきっかけになった人。ゲーム配信。誰。おぱやさんでした。おぱやさん、うん？もう引退しちゃったの。いやなんか他のサイトで行っちゃったの。ユーストリームとかあれ違うな。うん、なんかそんなやつ。おぱやさん。うん、有名な人なの。ゲームでは有名。へえ、知ってる人いる？おぱやさんっていうゲーム配信者。雑談は誰を見てたの？キロありがとう。キロありがとう。雑談を見始めたのは誰？雑談は直樹兄さんとか。ああ。キロありがとう。よいしょ。ワンタロありがとう。ワンタロありがとう。ピー。知らないけど何のゲーム？ FPS とかでしょ。うん。Steam のゲームとか。Steam？ うん。何それ？海外のゲームサイトのなんか買えるところがあるの。うんうん、でそこで買ってゲームするんだ。オンラインゲームとか。へえ。ゲーム全然やんないかな。黄色すげえな。ありがとう。黄色。ありがとう。ピー。こっち向いて。これもうのんちゃんの圧勝になるかもね。もうそろそろまくられる、うん、花火は並んだ7発。1234567 1234566勝ってる、うん、雑談は直樹兄さんとか、うん、直樹兄さんってコミュレベルどれくらいの相性。便所太郎とラジオした人でしょ直樹兄さんって。ラジオ番組持ってる人でしょ。あ、前ね、うん、え、今もやってんじゃないの。わかんない、うん、なんか前は、うん、最初はニコ生で、うん、コミュレベル90ぐらいまで行って、うん、あ、すごいね。で、その後、うん、でもすっごい子さんなのにやっと90ぐらい行って、うん、で、その後、うん、ギャス行って、うーん、またなんか結構80個、うわ、すげえ、8個。決めて。で、ありがとう。ピー。で、2。え？うん？で？喋り止まってるわ。うん。5。7、8、6。はい、のんちゃん顔小さいんだね。うん、うん、すぐ待つ。ああ、BGM も止まってる、うん、のんちゃんドラゴンヘッドみたい。これはこの三つ編みはやらないと髪の毛が絡んじゃうんです。エクステだから、うん、黄色を負けるー。並んだね。同点だ。ピー、センキュー。黄色花火ピカピカピカー。とりあえず、うん、鼻かみたい、うん、大丈夫、うん、ピーピー、ドラゴンヘッドみたいになってるね、本当に怖えわ、うん、花火並んだね。まあでもまくられないと思うよ。ブツブツだよ。でも俺のブツブツビタ止まりしちゃったからね、うん、俺よりものんちゃんの方が人気だから。ハスコラだよ。ハスコラだよね、うん。まあ、長期戦だから雑談しながら待ったり。うなちゃんマンとかは動画で最初見てて、うん、黄色頑張れ。おー、黄色バーガー5個。
バーガーも2つ分ぐらいかな。2ついこうか。どんぶり感情だから。いい。バーガーサンキュー。バーガーありがとう。一番面白かったりハマったのは誰だったの？香川さん。香川か。香川さん何年見てたの？何年見てた？何年前かな。黄色すげー。黄色ありがとう。とこさん。とこさんありがとう。だんだん隙間がなくなってきたね。ありがとう。よいしょ。ハスコラ、うん、もう株の旅の株旅ね、前から見てたから。おお、株旅のところはもう大手だよね。うん、あとのサメちゃん家に行ったりとか。へえ、あ、そんなことあったんだ。え、喧嘩になんなかったの？え、なったよ。すごい、うん、なるか。あ、まあ、なるわな、うん。当時の鮫島さん、尖ってたしね。鮫ちゃんが、なんか、うん、なんだっけ、消防車かなんかを香川家に、通報でやって、うん、それで怒って、思い切ってやるからなとか言って、うん、で、香川さんが、鮫、うん、ちゃんって言って、うん、親とか、うん、親にこの子はどうなってんだみたいな、やめてください、やめてくださいみたいな、大変だった。エミのノブオメイク思い出す。あー、うん、あれはすごい頭良かったよね。復活のそのキャスで復活するときやったんだけど、ニコ生か、うん、ドラゴンヘッドのあれはね、エミさんだから許されるんだよ。エミさんに聞いたんだけど、ポリシーとしてあのバンにギリギリならない配信を実は心がけてて、エミさんってバンに一回もなったことないんだよね。すごい。そう、結構際どいことやるんだけど、うん、だからそのバンにならないっていうのが、あ、ありがとう、ルサルクさん。ルサルクさん、青か赤か黄色、ワドを好きな人は赤、のんちゃん好きな人は黄色で、俺のこと嫌いな人は青。ルサルクさん選んで。ルサルクさん勝負してんの、のんちゃんと、どっちが人気か。ルサルクさん、赤は俺のこと好き、黄色はのんちゃん好き、青が俺のこと嫌い。バンになったことあるんだけど、巻き込まれバンみたいな、自分から引き起こしたバンはほとんどない。すごい計算してやってるって言ってたよ。ライパチさんありがとう。ライパチさん、選んでください。何色か選んで。まあシールプレイだね。黄色、ライパチさん黄色。黄色人気だな。おい、どこ行こう、空いてるところ、ここか。はい、のんちゃん黄色。黄色ありがとう。ピー、赤ありがとう。ルサルクさん久々、やっぱルサルクさんありがとう。やべえ、追いつかれてたから。来た来た、久々の赤ここね。ルサルクさんありがとう、うん、ほらありがとうございます。何の話してたっけ。やっと来たね。しばらくビタ止まりしてたからね。のんちゃん人気ばっかりだったから。誰を見てたのか。そっか、香川さんの話してたのか。雑談系はね、その前はでもゲームばっか見てたから。うーん、ゲーマーだったの。うん、うん、でもゲーム下手そうだよね。メガホンもうヤバゾーはのんちゃんだから、もう決定だから。のんちゃん大好き。メガホンありがとう。キョンキョンね。8個ね。1個。メガホンどんだけ持ってんだよな。2個。どうやってもらえるの。なんか動画見たりすんの。3個、4個、5個。のんちゃんお風呂入んないから油切ってんだけど6個。いや叩きたいの俺の方だから。風呂入れよ、うん、のんちゃん風呂何日入ってない、何日入ってない。それはベトベトだわ。だからのんちゃん油ギットギトなんだけど。赤シールありがとう。ニュートラルさん、バスしたから
今日お風呂入ろうね。ありがとうニュートラルさん。発信したってもう何日前の話よ。ありがとうございますニュートラルさん。昨日だよ昨日。昨日じゃないよ、バシ。え、バシ、あ、縫ってたところ取ったんだ。バシね、ワイヤーじゃないの、ね、うん、バシか、うん、でもなんで俺こんなに痩せてんのにのんちゃん痩せないんだろうね、不思議だよね。隠れて食ってる？食ってないよね、うん、のんちゃんが痩せないんだよね。お腹すいた？ついてない。後で確認作ろう、うん、一緒に。うわマジかよ。ありがとう。え、ちょっと待って待って待って、1000個だから100個。のんちゃん脱いで、あのブラジャーしてる、してきて。 え、どうしよう。100個だよシール。ちょっとストップね今。どうしよう、お紙あげる。100個、紙からいくか。ちょっと100個貼るんで待ってて。1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、熱下がったよ、10個、11、12、もしもし。お疲れ様です。ワードです。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。なんか今日なんかドレさんから突があってなんか、はい、話をしたって聞いたんですけど。あ、さっきですね、何分前だろう。この枠開いた時に電話かかってきたんで、2時間ぐらい前ですかね。2時間いかないぐらい。で、あの、はい、リスナーのコメント聞いたんだけど、今日のお昼に、はい、七色と待ち合わせしててすっぽかされたってことですよ。今日の何時に、うん、待ち合わせしてたかは聞いてないんですけど、うん、なんか七色と約束っていうか、うん、その、なんか飯を食うっていうデートをするっていうのをすっぽかされた、ずっとぼやいてましたよ。あ、そう。はい。で、コメントで、なんか便所さんとの約束とか、桃菜の約束何ばっくれてんだよっていうコメントあったんですけど、うん、はい。そうそうそう、はい。約束っていうか、はい。あ、延長します。相手も花火お願いします。延長します。で、約束っていうかね、はい、じゃあ、大阪に彼が行った時に、はい、もう桃奈良とかガメラさんに、はい、そのトークイベント行きますよって言ってたらしいのね。ああ、はい、うん。で、ガメラさんが、はい、便所ちゃんからチケット買ってねっていうふうに言ったらしくて、はい。で、俺からチケット実際1枚買ってるのよ、あの人。あ、もう買ってるんすか。はい。ああ、で、バックレたんすか。そう、うん。ほんで、今日来ないから、はい。これ的に連絡なんかあって、なんか具合悪いんだから忙しいんだからで、はい、ガメラさんから連絡したのかなと思ったの。あー、なるほど。うん、でも全然連絡が来てないらしくて。ただ普通に考えて、はい、それって不義理じゃん。不義理っつうか、まあ社会人として常識ないっすよね。大阪でだって少なからずガメラさんの世話になっててさ、はい、で今日のトークイベントだって、はい、来月彼が出演するナックルズナイトだって、はい、で捨て頃だって東郷さん並びのイベントでしょ。そうですよね、はい、それをバックれたんですよね。すごいですよね。そう、ほんで、まあ、はい、その理由が七色とデートをする予定だからでしょ。はい、しょうもなさすぎるっていう。もう彼がね、まあ、別にいいんだよ、彼がもう誰ともかま配信者と絡まないで、はい、で自分一人でね、女あさってね、はい、罠にかかった女をこう食うんだったら別に構わないんだけど、はい、彼もだってそのイベントとかに参加してね、知名度上げたりとかしたいわけでしょ。はいはいはい。で、捨て子も出たいって言ってるわけじゃないか。はい、うん、もう捨て子出さなくていいんじゃないですか。
はい、もう捨て頃に出たくないっていう意思表明にしか見えないんですよ。いや、なんか、なんて言うんだろう、これ話していいのかな、これ僕ずっと放送で、いや、ちょっと言わなかったことがあるんですよ、実は。はいはいはい。僕結構プライベートでドルさんと何回も飯行ったりとか、プライベートで関わってるんですよ、電話とか。で、なんならもうなんか俺は捨て頃出る必要ないみたいなことはずっと言ってるんですよ。だから、いや、やる気がないんならもう出なくていいんじゃないですかっていうのは言ってるんですね、本人に。そう、だから変に、いや、だからなんか俺はもう有名になったと、なんつうか、そのもう捨て頃にあの頃とは違うみたいな、だからもう完全にそうなっちゃってるんですよ。なんか俺はウナとかとコラボしたり、ランハゲとコラボしたりっていうレベルにまで達したと、もうなんか世間が大手と認めざるを得ないと。なるほど、そういうことを言ってるんだ。そう、だからそれは違くないっていうふうには思ってて、で、出ないんだったら出ないで、なんかさ、なんかクレイジービーに通うのは間違いだった、強くなりすぎたって言った人が一人いたんだけど、なんか近いもの感じるね。あああれはあれで、まあ僕は可愛いと思ってるんですけど、俺も可愛いと思う、ね、あれはちょっと可愛いですよね。ただ、ドルさんは結構ガチだから、だったら、その別に、出るの弁護さんに失礼だから、別に俺らでやりますよっていうのは僕の考えですね。その変にそのゴタゴタしなくていいんじゃないみたいな。そう、っていうかさ、はい、ドルさんがね、このステクロワンのメインマッチを貼って、はい、貼った人間だったら分かるよ、はい、はいはいはい、別に言っちゃ悪いけど、はい、ね、他のカードにしたら、ね、一番はい、仮想枠カードだったんですよ。まあまあそうですよね、前評判はもう完全に誰お前っていう状態でしたよね、で試合自体だって、はい、ね、その見せる試合をしたかったらさ、別に泥試合なわけじゃん。まあ、僕の方が泥試合だったんで、僕はそこ言えないですけど。はい、あ、そう、はい、だから、言ってるんだ。いや、だからその違いますよ、その便所さんが出さないっていう前振りがあって、拗ねてるっていう部分はあるんですよ。そのなんつうんですか、ドレさん的には、いや、だったら別に俺も俺で別に自分でやってくるよみたいな。でも僕今のその便所さんとのその掛け合いってなんか意味がないっていうか、その捨て頃を楽しみにしてる人からすると、あのダメだと思ってるんですよ。まあね、だから俺もさ、はい、もうだって例えばね、ドレさんを、はい、ね、そのやっぱり俺も評判良くしたい。そうですよね。だから12月のナックルズナイトに誘ったりもするんだけど、はい、なんかさ、どうしちゃったんだろう、彼。いや、なんか、その、僕はドレさん変わったっていう評判が多いじゃないですか、最近、天狗になってるとか。っていうんじゃなくて、ドレさんの本性が出てきただけだと思ってるんですよ。まあ、俺もそう思う。もともとそういうものが。あったんだと思う。そう、隠れてたものがめくれただけで、全然そのもともとそういう人だっていうか、そう、悪い意味じゃなくて、だからなんだろう、多分ナックルズナイトも来るか来ねえか分かんないから、一応東郷さんに一言言っとくけど、もしかしたら来ねえかもしれない。そうですよね、やっぱり。そのでもそれを言ったら多分、はい、捨て頃のプロデューサー東郷さんだから。ですよね。出すなって言われる。いや、それそうなりますよね。はい、これは俺がドレさんを出したいとか出したくないとかじゃなくて、はい、プロデューサーから NG がね。いや、絶対そうだと思いますよ。もうだってポスターにドレさんの名前とかも出てるわけだから。アウティですね、完全に。何がしたいですかね、ドレさん。実際その、まあ、ワンの時も、はい、まあ、出さすことができない人っていうのはいたわけじゃん。まあ、いましたね。はい。まあ、もちろんスポンサーが NG の人、はい、とか共演 NG の人がいるから出れない人、はい、でも弁護さんぶっちゃけた話、裏で相当頑張ってますもんね。その他に、東郷さんが NG の人っていうのもやっぱ呼べなかったんで。ああ、まあそうですよね、プロデューサーですね。これでナックルズナイトぶっちしたら確実に二度と捨て頃のリングに上がれない。いや、捨て頃だけじゃないと思ってるんですよ。捨て頃ももちろん捨て頃だけじゃなくて、多分今後配信者の、配信者に入ってくる、はい、企業案件の中には、はい、やっぱり東郷さんとか、はい、ガムラさん
うん、力が働いてるイベントっていうのは多い、多いですね、はい、うん、そこに長い目立てたっていいんでしょう、はい、いやだからまあ僕はほら呼ばれないレベルのあれだからあの、うん、そういう経験がないから分かんないけど、もし呼ばれてる立場だったら それは絶対しない方がいいと思うんだけどなとは思いますよ、ね、そうだよね、うん、なんでそういう行動をしたんだろうっていうのは分かんないですよ、正直行動が難しすぎるよね、はい、いやだから多分人脈とかよりも女のケツを追っかけるのが、うん、性欲大なり人脈ゴリの試合とかで OK、 そういう風にしか見えなくて、うん、大丈夫かなっていう心配はありますね、友人としてね。いや本当そうなのよ、はい、はい、これはちょっと、うん、どうするんですか、ベンジョさん。ぶっちゃけそのドレさんはどういう感じなんですか。ぶっちゃけ俺はドレさんは前回の勝者だから、はい、ね、出てもらいたかったわけ。そうですよね、勝者は出てもらいたいから、はい、ドレさんも、ね、ドレさんに、はい、まあ、適する、はい、対戦相手を何人かもう探してたわけよ、配信者の中で。あ、はいはい、強い人ですよね、うんうん、まあ、そのドレさんと対等に戦えるような人、はい、うん、でも、うん、まあ、どうだろうね、一応、今回のことは東郷さんの話を通して、はい、どういう反応なのかってね、あと12月4日もね。っていうか、マジで、あの配信のネタ的に配信回って、お互い、そのなんかこう、出す、出さないみたいな、うん、まあ、お約束があるじゃないですか、うん、あの人、そういう人通じなくて、うん、多分裏に。あの人っていうか、多分ね、ふわっちるし、多いんだけど、はい、ガチなんだよね。そう。俺とかワードとか結構配信のじゃん。はいはいはい、そうですね。うん、それを美味しいと思って、たぶん叩かれたらその後枠を開いて、そうです。うわーって叩かれたりとかね。はい。それを楽しんだりするじゃん。彼は、ガチです。彼もそうだし、まあ、クモンリーとかもそうなんだけど、はい、まあ、アキラッパとかもそうだけど、なんか、暴露されたり、炎上するネタがあると、配信休んだりとかしちゃう、はい。そう。だから、多分ほっぱれちゃったり。ガチで裏で話した方がいいと思いますよ。うん、その、東郷さんだけに。あ、裏で電話しても電話出ねえよ。ちょっとなんか、うん、うん、しっかりしないとダメなんじゃないかって、うん、とは思いますけどね、その。でもまあ僕の話じゃないんで、あの僕が口出す問題でもないのかなとは思いますけど。なるほどね、はい、だって普通だったらこのタイミングで七色に対して物申すみたいな枠開くじゃないですか、うん、どれさん開かないでうなちゃんマンとかランハゲとか僕に愚痴ってる時点でガチなんですよ、うん、そうだよね、はい、と思います。うん、大丈夫なのかな。大丈夫じゃないんじゃないの。大丈夫じゃないっすよね、うん、うん、はい、これでだって彼の行動次第じゃもう俺も話題に出さないよ。付き合えないっすよね。もう付き合いきれないよね、そんなの、うん、だってその配信でね、はい、じゃあ配信会盛り上げようとかさ、はい、じゃあみんなお互いの配信盛り上げようと思ってやってるのをさ、ブッチしてさ、はい、てめえの性欲処理に夢中なわけでしょ、うん、はい、うん、うん、ちょっとないっすね。ないよね。まあ、ないっすね。本人はどう感じてるんだろうね、それね。っていうか、約束をしてること自体を本人の口から出てなかったんで、だから、何のこ、はい、コメント読んで何のことなんだろう、うん、ってなってて、ドルさんもそれに気づいてないですよ、多分今やべえってなってると思いますよ、うん、あ、忘れてた。了解です、はい、了解、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、失礼します。失礼します。あれ、ドルさんに電話してみようか。ドルさんに電話するわ。出ないね。他のね。もしもし。12月4日のナックルズナイトなんだけど。もしもし、何の音これ。今通話中に戸子さんの方に。何の音これ。まあ、あの今日のイベント。どっから音鳴ってる？イベントの件を話して。ちょっと待って。なんで弁護士さんの声してるの？もし、あ、ごめんなさい。もしもし。はい。ね、今日イベントバックれたの？ドルさん。怒ってるよ、弁護士さん。だって俺演者じゃねえもん。
あ、要はチケット。それはそうでしょ。演者でチケット買って一般のあれで、あれだよ。便所からじゃないよ。桃奈からだよ。うんうんうん。え、便所太郎さんからチケット買ったわけじゃないの？便所太郎から買ったよ。でも俺は金を払ってるよ。ああ、要は客側だから別に行かなくてもいいじゃんってこと？今日はたまたま別の用事があったから、まあ、ないのに釣られてたから行かなかった。なんで怒られなきゃいけないの？俺はチケットを買えって言われてチケットを買って、あんなような言い方をされてさ、ごめんなさいってそれを見に行って、俺がなんかやるの、まあガメラは善意でキャスバーに来なさいとみんないるから。いやいやいや、俺はそんな気分じゃなかったし、だから行かなかったよ。行かなかったっていう、まあ行きかけたんだけど、まあ、まあやめた方がいいだろうっていうことで。なるほどなるほど。要は客側だから演者じゃないからっていう。そう、俺は演者ではないから、行こうが行く前が俺の勝手。なるほどなるほど。しかもチケットを取っといてって言って、ね、それを買わないとお金も支払ってないってことだよ。真っ先のお金を支払って、チケットは今手持ちがないから、ドアのところに置いておきますと。だから行きかけたんだけど、もろもろ考えていかなかったっ。なるほど。だから怒られる何の筋合いは全くないです。なるほど、わかった。でも、なんだろう、一言言っときゃよかったんじゃないの？なんか今日行かねえよ。なんでそんなことをいちいち言わなきゃいけないの？ブロックしなきゃいけないぐらい、毎朝毎朝てめえの配信のために、俺のアンチを集めるためにもうやめてくれっつってんのに、出るまでかけてくんだ。え、誰の話それ？ LINE 電話を便所が俺にかけてくんだよ。ああ、便所さんね。俺もブロックしてるから。ああ、なるほど、なるほど。俺はきちんと話をして、配信上で俺を叩けば、それはアンチのね、お金も飛ぶんでしょって、仕事だからどうこう言わないけど、朝にね、配信切った後に、何度も何度も電話するのをやめてもらっていいって言ったけど、もうそれから、5回とか10回で平気でしてくるから、もうブロックさせてもらって。あ、じゃあもう個人的にもうそれはないでしょっていう感じで割れてると。そう、それなのに昨日朝来て自分の好印象とか好感度を試すだけに、俺は何とも思ってないよこの前のことはって。あ、それ見て、そのアンチは便所は思ってないの、お前はネチネチしつこいんだねっていう、ますますないから、俺は筋通してるだけで。うんうん、ちょっと待って、主語がどこだか分かんなかった、今の話分かんなかったんだけど、ああいう状況でどうして俺の枠でのんきに枠が、コメントができるのか俺には分からない。ああいう状況ってどういう状況？ん？捨て子に出ないっていう話になってる状況で、しかもあのスパーリングは俺は負けてないって言われてる状況で、なぜ俺の枠で愉快にコメントができるのか俺には分からない。あ、便所さんがドレさんの枠でってことか。ああ、なるほどなるほど。いや、好感度でしょ、俺は全然何とも思ってない、だけどまた話がおかしいの。普通に考えて俺は演者で、演者でね、出てくださいじゃないんだよ、一リスナーとしてチケットを買いなさいって言われたらその通りにした。だからお付き合いでってことだよね。そう。で、俺は買ったの。お金も支払ってあるの。それで、俺が行こうが行く前が、俺にもプライバシーがあるんだから、俺の勝手じゃないのっていう。それはね、俺ね、ドレさん一理あると思うの。その、別に、ドレさんがお付き合いで買うのも筋通してるし、料金も払ってると。ただ、ほら、なんか、俺、便所さんから聞いて、ちょっと、思ったのが、演者で出るんでしょ今度。12月4日、その件に関しては公式の仕事だと何も言ってないよ。え？何も言ってないっていうのは出ないなんて言ってないよ。あ、もちろんもちろん。で、その付き合いとかある中で、その、なんか、一言言っといた方が良かったんじゃないの？じゃあ。何を？便所さん。あれだけネタにされて毎朝電話やめてくれって言ってんの、5回も10回もかかってんだ。なるほどね。俺たちいたしかたなくブロックだよ。なるほど。で、仕事の話があるからそれだけはきちんと通せる。俺は行かないなんて言ってない。なるほど。時間も場所も分かってるのがそこへ行くだけで仕事だから。なるほど。そういうことか。要は、分かった。その、思ってたよりも、その、結構揉めてんのね、裏で。いや、裏も何もない。見たまんまだよ。見たまんま。
俺は筋通してるから考え方を変えることはない。なるほど。まあ筋は通ってるわな、うん、確かに。いい以上です。ありがとう。ごめんね、なんか忙しいのに。いいえ、忙しくないよ。習い子につられて今日の夜空いてるから。とんだ今日は災難だね。今日。まあでもネタができたって考えるべきじゃないの、配信者って。言ってたもんね、江戸、なんだっけ、喧嘩と火事は江戸の花って。ね、ネタだよ、こんなもの。うん、ありがとうでしょ。なんかわかんない内容がすごく多分欲しいんだと思うんだけど、うん、だって会ってないし、うん、ブレさん食事行こうって言っただけだし、向こうから言ってきたんでしょ。いやいや、さっき枠でね、ブレさんに会ってないわけだし、うん、あの食事行こうって言われただけだし、うん、でもブレさんはこれを面白くしてくれと、うん、私を怒ってね、うん、七色絶縁ってそういうのじゃないと思って、うん、振りでしょ、うん、どう言い訳するか。だからもう悪意しかないよ、そこに。あ、七色は。悪意しかないでしょ、うん。ごめんなさいとかでもない。うん、もうだから、面白くやってくれるよね。まあ、いかにもニコ生的な。まあまあ、ニコ生的だよね。まあ、俺は乗らない。あの、彼女の悪口も言わない。でも、面白くもしない。うん、なるほど、うん。それだけです。わかった。ごめんね、なんか。なんか引っかき回したって。いいえ、うん、お前はいいんだよ。だね、うん、お前はいいのお前がやる分には俺はちょっとも文句もない。お前は友達だから全然ないよ。あ、分かった。出られる時は出る。でもなんだろうな、俺的にはなんかそのなんだろう、捨て頃があるじゃん、正直な話。その今後のことでだってもう出さないって、うん、たんだもん。それで終わりでいいじゃん。向こうは出さないって言ったんだから、うん、今後も何もねえよ。もう出ねえんだから、向こうが出さないって言うんだから出ないんだから。でもさ、そのなんつうんだろう、でもさじゃねえんだ。俺がいなかったら捨て頃っていうイベントはダメなのか。お前らと盛り上げろ、出るやつ。いや、出るやつで盛り上げるよ。それはそうなんだけど。じゃあいいじゃねえか、じゃあいいじゃねえか。分かったよ、分かったよ。俺が盛り上げるよ。ああ、そう、その息だよ。オッケー、分かった。何も言わない。真面目な話、誰か一人が怪我とか病気で出なくても、なんとかなるんだよ。ちゃんとしたイベントなんだから。まあね、なるよ。な、うん、な。なるけど、まあいいや。うん、お前の気持ちも分かる。みんなで楽しくやろうって、俺たちはそれで有名になったんだからね。機嫌損ねることもあるんだろうけど、出ようっていうその気持ちも分かる。みんなでやった方がって、また一緒にチームで。うん、俺練習はやるよ。お前らは勉強したいって、俺喜んでやるよ。うん。いやでもさ、ただ自分は出ないっていう。まあ、出ないなら出ないで盛り上げるのはもちろんそうだし、つべこべ言うなっていうのもそうなんだけど。って言ってないよ、つべこべ言うな。あの、うん。あの、まあ、つべこべ言うなっていう感じじゃないけど、言い方はね、ドレさんの言い方そうじゃないけど、うん、ドレさんのもわかるんだけど、うん、俺ドレさんの期待値だと思うよ。うん、今の状況。君ね、そういうことじゃなくてね、うん、ゴキブリの映像とやられたりね、ゴキブリニトラ送られたり、毎日毎日その、うん、アンチ用なんかでね、うん、何十人何百人とホロン配信の腰折られて、うん、その上ね、うん、あいつは弱いとかさ、チンコがちっちゃいとか、うん、ね、その、うん、なんだっけ、警備員なら使ってやるとか、DVD 収録だったら使ってやる、うん、喜んで土下座するやついると思ってんの。やらねえよ、女も卑怯者のイベントなんか。スパーリングに関してだって、後出しで全部受けてやったとか、大したパンチじゃなかったとか。いや、でもさ、ほら、でもさ。俺は武士の情けで、最後、KO をしなかったで、そこまで言うんだったら、もう、卑怯者のとは話してもしょうがない。卑怯者のイベントは俺は手伝わない。でもさ、ほら、俺の時もさ、そのさ、ずーっと言われてて、俺イライラしてたの知ってるでしょ？そのずーっといじられてさ、その、こんなんで格闘技勝たんのかよとかさ、ずーっと言われててイライラしてたじゃん、俺も。でも今成長した、あの時のこと振り返ったらどうよ。あれは俺の前に対する愛で。誰に煽られてるの？リスナーに、アンチに煽られてさ、そのドレさんから言われるのだから、その状況になったわけじゃん。ドレさんもその大手になってさ、人が集まるようになってさ、大手じゃないし、うん、あれは便所たるは差し向けてる、うん、俺が消えれば、あるいは嘘も100回言えばっていう、そういう半島のマインドの人たち、うん、
うーん、嘘も100回言えば。しかも、うん、こんな俺ブロックしてんのに昨日高顔無知に枠に来て、うん、何事もなかったのにコメントしてんの。要は、うんうん、何切ってんのと、うん、俺は何とも思ってないよみたいな、うん、それ以前に10回ぐらい朝に俺の配信終わりに電話してくるのやめろっつうの、うん、ネタのふりして、うん、もうそういうの常識外じゃん。だって1回残しといて、うん、既読がつかない、あるいはコールバックがないってことは、うん、もう眠いとか、うん、ね、うん、なんか別の用事やってると思ってさ、うん、配信だからって電話出るまでやるって、それ、まあまあ、アンチ喜ばして、アンチから花火もらうだけの、うん、俺に対するリスペクトもなんもないじゃん。うん。鮫島さんも1回しかかけないし、他の人もそうだよ、やっぱりアイラ、アイラです。常識だよ、だって、まあ、そんなの。そうだね。それをさ、ひどい時20回だよ、うん、要するにアンチが納得しないから出るまで詰めろっていう、うん、そんなむちゃくちゃなことされてさ、まあ朝方ほら便所さんもお酒入ってるからさ、仕事で関係ないよ、こっちも終わって寝てんだから、まあ、まあそうだよね、プライベートはあるよね。そうじゃない、便所なんかそれをやって1時間後とかに俺が寝入ってるところでやったりとかしてんだ、うん、またそれを笑おうとして、だから俺もブロックしたよ、うん、そっか。だからツイッター上で仕事はなきゃいけないでって公式の、うん、そういうのは言ってけど、うん、それ以外は、うん、あの期待してもらっても困る。なるほど、うん、仕事としてやろうっていうことね、そのプライベート、うん、その12月4日のイベントはね、うんうん、そっか、それを断る理由は逆にないから。そうだよね、おなるほど、ビジネスとして別にね、うん、口調があれでね、スグワドに怒ってるけど、俺はお前には全権をね、うん、任せてるし、別にお前のネタだったら俺怒るの分かるから、うん、お前に怒ってる、口調は悪くなるけど、うん、お前に噛みついてるわけではない。なるほど、うん、OK、分かった、うん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 、うん、まあしょうがないよ、好きな人嫌いな人、俺もさ、ほらミュウツーとかの時間に入ってくれたけど、俺それで、うん、まだ俺のことは全く無視して、お前がついていこうと思う人のとこ行ったらいいの、俺の機嫌なんか伺うことないし、あってもその話題をしなきゃいいんだから、うん、そうだね、君は君、うん、俺は俺で、まあまあまあ、それはそうだ、俺がどうしてる相手を、うん、君がね、仲良くしなきゃいけないとか、いや、そういうのはやらないんですよ、そういうのはないから、うんうん、分かってる分かってる、うん、ベンドさんともドレさんとも個人で俺は付き合うよ。だから TK とかっていう人と一緒に練習して、あの人も出られていいと思うけどね、うん、一緒に練習して、まあ、頑張ってください。うん、そっか、まあ分かった、うん、俺は今日釣られて他のヤンフと天津府に精神体に連絡がつかなくて落ち込んでんの。何その今回の件で他の女の子、いや当たり前でしょ、当たり前でしょ、他の女の子に連絡取れなくなっちゃった。いや当たり前でしょ、ざまだね、また他の女に手出してるのって、会ってないのに。おう、そりゃそうでしょ、言い訳すら聞いてもらえない。そりゃそうだ、解散だよ、そりゃそうだよ、精神体、どれ精神体解散、何婦人部でしょ、要はどれさんの、違うよ、精神体だよ。いや、ね、だから直接的な、うん、分かった。え、何そう、もう何、体の関係がある人たちってこと？精神体。僕は大人だからご想像に任せる。だからもうそういうことばっかりやってるからそれは怒るでしょ。誰が？いや、その精神体が。みんな納得いってんだから。精神体怒るでしょ。な、まあ、手下怒るけんね。それは個人個人が怒ってる。組合はない。組合っていうわけじゃなくて、あ、俗に言う何人かを挺身隊って呼んでんだ。そう。そういうこと言うから怒られるんだよ。だって、慰安婦って怒られたから挺身隊って言い直した。当たり前じゃん。本当にデリカシーないよね、どれさ。だから、挺身隊って言い直したって。挺身隊でもダメだっつうの。そんなものじゃないんだから、女の人は。じゃあ、慰安婦。最低だな、俺を慰安してくれてんの。本当に最低だよ、本当に。敬意を込めて慰安してる、うん。でも本当は俺の方が慰安してんだけど。ああ、本当は俺が慰安してると、ね。うん、連続10回とかいたしてんの。それでもみんな慰安婦って言われても、1号です、うん、2号です、3号です、4号ですっていいじゃん。うん、俺とその子たちは遊びだから。なるほど。うん、まあぶっ飛んでるわ、ドルさん。今日何食べたの？今日は朝起きてサンドイッチ食べたかな。うん、炭水化物入れてる。炭水化物中心な感じね。
あ、でも5キロは落ちたから、まあ、リミットお前、TK さんとかあの辺集めて、また、練習したら面白いよね。あ、違う、あれは、その、達彦の企画で多分行くと思うから、多分また行くよ、俺は。うんうん。TK さんとか。いいうん。いや、それもなんか、達彦の方は行かないけど、うん、そういうのやめてさ、行きたい、その時必要だと思う。行けばいいよ。うん、俺は行く行く。ありがとう、気に使ってくれて。うん、うんうん。サッカー行かないの？サッカーはもうちょっとなぁと思って。遠いなぁ、まあな。遠いとかじゃなくてね、DM がすごかったのよ。うん、お前出ると不快だとか、なんか、それは嘘だよ。いや、本当に本当に。DM とか LINE とかが。見てみりゃ、DM 全部00だから。え ?10-0 とか00とか、ケースが。何見てみ。ん？何フォローがゼロとか、そんなやつだから、捨て垢だよ。あ、そうだよ、捨て垢だよ。でも、もう気分悪いなと思って、うん。うん。ちょっと、距離を。気分悪くさせるのが仕事だよ、外線をよく。まあ、そうだよね。まあ、ちょっと考えてる。うん。まあまあ、考えていいよ。怪我もするし。うん。ごめんね、寝てたでしょ。うん。うん、いや、のりこを、のりこの方に帰り送ってもらいたいなと。あ、いいよ。その一心だ。あ、オッケーオッケー。いや、もしわざわざ行くんならね。オッケー、わかった。うん。うん。オッケー、オッケー。なるほどね。まあ、まあ。じゃあね。うん、おやすみなさい。はいはい。はい。もう完全に仲たがい状態か。薬飲んではいない。薬拒んでるね、ドルさんは。ただ、うん、ちょっと疲れてるんじゃない？いや、いや、報告はいいよ、別に。俺が直接気になったから。いや、病院行った方がいいっていうのは常に言ってるよ。本当に、ネタじゃなくて病院行こうよっていうのは言ってる。うん。あ、ごめんね、なんか。じゃあ、なんで赤つけてんの？のんちゃん圧倒的じゃん。ちょっと、もう、ダークサイドっていうか、ちょっと疲れてるね。うん。まあ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 。パキってるんじゃないんだよね。これはあくまで個人的な、俺医者じゃないからあんまり言えないんだけど、統合失調症とかほら、なんつうの、そういう人たちと関わってきたから、職場とかもそういうところだったし、ちょっと、なんつうんだろう、統合失調症の毛は強いと思ってる。大シールはごめんなさい。大シールは花火から大シールです。花火が大シール。ありがとう。ルサルクさんね。ルサルクさんありがとうって。のんちゃん圧勝じゃん。ルサルクさんありがとうって。ルサルクさんありがとう。ドンピー。ブロックじゃん。携帯をミュートしたらいい。まあでもその気分は害したってことでしょ。そこは別になんか俺は突っ込むところじゃないかなと思ってて。どれに絡むとお前も引き込まれるぞ。あーメンヘラと付き合うとメンヘラが。俺は大丈夫だよ。俺も結構やばいから。キララさん赤か青か黄色か選んでください。俺のこと嫌いな人は黄色。好きな人は赤。のんちゃんのこと好きな人は黄色。なんで赤つけてんの？和道さん好きって。うん、ありがとう。のんちゃん圧勝だな、これ。かわいいでしょ？のんちゃん。47歳に見えないでしょ？うん、ほら、みんなかわいいって言ってくれてる。メガホン10個いただきました。ありがとう。のんちゃんにありがとう。メガホンシール。黄色シール。貼るところないね。どうしよう。ここにしようか。はい。うん。顔荒れないようにね。そうだね。後で洗うとき痒くなる。あっけさんいらっしゃい。久しぶりです。あっけさん赤か青か黄色選んでね。のんちゃん彼女だよ、うん、もう付き合って1年ぐらい、うん、嫌いな人は青。こっち側ね。俺のこと嫌いな人は青、うん、まあでもね、しょうがないよ。やっぱりこれってね、もう人間関係だから、合う合わないの問題だと思ってるの。パイ投げありがとう。青か赤か黄色か選んでアイテムな、投げてください。匿名さんありがとう。匿名さんありがとう。赤ね。ありがとう。俺のこと好きだって。やった、うん、俺ちょっと赤劣勢だからね。赤劣勢だからちょっと赤チーム頼むよ。和道好きチーム。黄色はのんちゃん。ありがとう。全然勝てねえよ。のんちゃん顔埋まっちゃったじゃん、もう。でもさ、ありがとう、ありがとう、来たー、大シール。どこに貼ろう。ドーン。ドーン。ありがとう。ありがとう。ここに貼ります。にゃんにゃん。うん、よし。
大シールはやっぱインパクトが強いからね。大シール俺の勝ちでしょ。のんちゃんより勝ってるでしょ、うん、1,2,3,4,5,6,7 8個ね俺。1,2,3,4,5,6,7 個。風船20個ありがとう。ゆうさん、ゆうさん何色か書いてね。アイテム投げるときは何色にする？ゆうさん、うん、便所はそれでいいけど、便所以外の、あ、それはあるよな、うん、だけどなんだろう、要はそのなんか、要はその間に入ってる人が揉めてんのにっていうのがドレさんの言い分なんと。黄色ありがとうございます。黄色ありがとう。彼女黄色大丈夫でしょ。彼女3つありがとう。のんちゃん3つ、1,2,3。のんちゃん圧勝じゃん。黄色ありがとう。ピーピー、うん、やべえ全然勝てねえ。だからそのチケット買ってギリは果たしたっていうのがドレさんの言い分。黄色と赤ありがとう。1個ずつ、じゃあ一緒に貼ろう。じゃあのんちゃん貼って俺に。はい、いくよ、せーの、同点ありがとう、うん、ほら合う合わないがあるからしょうがないよ。俺間に入るつもりも権利も資格もないから。俺にはベンドさんのことも好きだし、ドレさんのことも好きだよ。だからほら、なんつーの、うーん、なんだろう、ドレさん気難しい人でもあるから。ドレさん気難しいし、便所さんの魅力っていたずらじゃん悪ノリというか、だから噛み合ってないんでしょ。ドレさんはいじられたくないし、そう、便所さんは悪ノリが売りだから。だからそのなんか配信会のそのお約束みたいなのはドレさんに通用しないんだよ。だからその例えば七色の件にしてもお約束でしょって、なんで配信回さなかったのっていうのもそこだし、俺はどちらかっていうとお約束に乗っかる方だから、うん、そんなの知らんっていう、ニコ生のノリを持ってくんなっていう話でしょ。合わない、水と油なだけだよ、ただ、うん、巻き込まれるなっつうか、別に巻き込まれてはないけど、ちょっとやっぱお互い好きな人だから、便所さんも好きだしドレさんも好きだから。赤1枚、うん、赤1枚ありがとう。とトトロさんありがとう。じゃあ貼って、じゃあ、はい、下手くそか。はい、ありがとう。巻き込まれんなっつうか、別にだって俺何もやってないもん。イベントに呼ばれてなければ捨て頃に出場するしないもん。権利も俺が決められることじゃないから、別にどっちの肩持つとかないよ。ただそう、前から実はこうなるなっていう予感はしてたの。そのずっと話さなかったんだけど、数ヶ月、なんつうんだろう、そのこんないじり方はっていう。パフェありがとう。あけさん色書いてね。パフェありがとう。なんつうか、そのなんて言うんだろう、そのやっぱその心よく思ってないわけでしょ、その便所さんのいじりっていうの。うん、だからまあしょうがないよ、もうもうしょうがない、これは。そうそうそう、マイペースだよ俺は、マイペース。黄色、オッケー、黄色3つおめでとう。のんちゃん圧勝だな、ファン多いな、のんちゃん。あけさんありがとね。のんちゃん、はい、3つ、1すごいことになってるね。2反対側、のんちゃん反対側、よし、3、よし、きぬさんこんばんは、うん、罰ゲームっていうか、もう俺が罰ゲーム確定でしょ。俺が罰ゲーム確定だからな、これ今のところ。だって圧倒的にもう量が違うもんね、ほら、うん、黄色星人。おお、50個きた、50個きた。委員会会場、ほほ、よっしゃ、50個きた。ルサルクさんありがとう。ほら巻き返し50個、はい、50個貼って、さあこれで並んだかな。
1、50個、2、ルサルクさんありがとう、3、いや、のんちゃんコンドームマンになっちゃう、のんちゃんコンドームマンにしよう、うん、4、のんちゃんにコンドームかぶせるから俺、そう、5、6、7、やった9、10、どんどん貼って1、2、10、10、やべ、俺メガネ外したらコメント読めないな、俺自分で貼るよ、15ね、うん、うん、オッケー。のんちゃんコメント拾ってて、俺メガネしてないから。なんかメガホンとか。メガホンありがとうございます。まだ。赤黄色を選択してください。お願いします。18。のんちゃん黄色です。わざさん青か赤です。19。20。キーナさん、こんばんは。21。うん。22、23、24、25、26、27、28、29、30、ナマステ、31個、32、33、34、お疲れ様です、謎の皆さんお疲れ様です、35、ありがとうハト、36、37、彼女さんとワゾさんありがとう、38、きた黄色きた、39、40個、色の指定お願いします、40個、いや書いてあるでしょ、 あ、書いてない、41、42、タイムダウンだった、間違えた、43、44、45、46、47、48、49、ルサルクさんの50個終わります、ルサルクさんありがとう、50で、アッケさんから1個もらったのね、アッケさんから1個、アッケさんのんちゃん貼った、うん、51、オッケー、ありがとう、お疲れ様です、投票する人は色を選んで書いてください、アイテムするときに、これ並んだかな、うん、いい感じになってきた、のんちゃんの方が、のんちゃんにもどうぞ、謎の女さんありがとう、ってことは俺に、さっきのは俺の1個かな、うん、謎の女さんありがとう、じゃあ1個もらうね、謎の女さん、うん、オッケー、ありがとね、ルサルクさん、いやお手数じゃない、全然企画だから、うん、ズブツじゃん、ズブツだね、青が全然ないのがいいね、うん、うん、愛されてるね、気持ち悪いねこれ、さっきののんちゃんに、のんちゃんにありがとうございます、さっきののんちゃんメガホンキーナさん了解です、のんちゃんキーナさんから、えい、メガホン2つありがとうございます、うん、メガホンは10個単位で、1個なんで、ルール、文字の方読んでおいてください、よろしくお願いします、のんちゃん顔荒れる、なんで俺は顔荒れない前提なんだよ、うん、俺だって顔荒れるよ、うん、俺は顔荒れないの、うわーあったー、うわー来たー、きっとありがとう、ありがとう、うん、みーすけありがとう、みーすけありがとね、
やばい、コンドームマンになっちゃう。のんちゃんコンドームマンでしょこれ。あ、こっち側もう無理だな。こっち側攻めよう。ここに下から行こう。あ、下からギリギリに貼ってくんない、ヒゲとの付け根。この辺、いや、あの、ここのヒゲのここら辺わかんないけど、うん、2つ。大花火、大花火。はい、のんちゃんはだから無課金税に支持されてるんだ。どーん、花火の数が全然違う。1、2、ありがとう、3、4、5、6、7、8、9、10個ありがとうございます。これ大花火だった。これは俺がまくってきたぜ。うん、赤ありがとう、2つ赤ゲット、ありがとね。呪いの七日間さんありがとう。深夜戦になってまいりました。やばい。そうだね、夜最近放送できてなかったかな、うん、じゃあのんちゃんコンドームマンにする気だな。のんちゃんコンドームマン見たいでしょそれは、うん、今多分トントンぐらいだよ、うん、うん、ここも埋めたいな、ここも、ここ埋めたいな。多分8枚ぐらい入る。のんちゃんもう繋がるでしょ、そろそろ。この辺、この辺。何の話してたっけ、ドレさんか。でもね、ドレさんの捨て頃見たいけどな。まあしょうがないよな、馬が合わねえだもんな。謎の女さん風船ありがとう。キカイダーみたいだね。キカイダー懐かしいね。キカイダーかっこいいんだよね。脳みそがね透けてんの、うん、キカイダーのデザインかっこいいよね。あれキカイダー好きだった俺、ガキの頃。俺が幼稚園ぐらいの頃かな、キカイダー。のんちゃんコーヒー買ってきたよ。これでそれで近所に空き違いがいるっていうのを知らしめてきて、うん、アイス。のんちゃん何飲む？いい、ポカリあるから、これやる。アイスコーヒー買ってきて。のんちゃん、あ、俺が行くわ。うん、うん、俺が行く。のんちゃん引き継いで、じゃあ、はい、雑談してて、はい、はい、質問返してて。キカイダー01、風船ハッカーありがとうございます。やった、この顔でコーヒー買いに行かなくて済んだ。キカイダー、あ、でも黄色じゃないかな、赤と青だったらキカイダー。アリキスさんこんばんは。うん、危なっこの顔でコーヒーを買いに行くとこだった。事案ですねこれは完全に。うん、すげえな。俺コーヒー買ってくる。はい、あんまり暴露したらダメだよ。うん、振りだった。あんまり変なコメント拾わないで。うん、あの、なんか変なエッチなこととかやめてよ。うん、エッチなコメントしちゃダメですよ。暴露やめてよ。うん、はあ、危ない危ない、エッチな話しちゃうとこだった。セーラー服見せてあげよう。あ、でもそんな時間ないか。セーラー服あったらセーラー服を見せちゃうんだけど、セーラー服あるんだよね。なんかホテルでオプションで売ってるセーラー服着てって言って、で和道さんがそれ買ってセーラー服プレイした。本当はあのロリコンなんだよ、和田さん。
交際歴何年ですか？ヒットマンさん、ちょうど1年ぐらいです。交際歴はちょうど1年ぐらいですね。私は最初リスナーだったんですけど、いつの間にか配信にちょいちょい出るようになってしまいました。今のうちにこれ増やしてくる。わかんないとか、これはわかんない、ここはわかんない。あ、でも目が開かないわ。まあいいね、ここはわかんねえだろう、わかんねえだろう、ここはわかんねえだろう。増やしてくる。ちっちゃいのならばわかんねえだろう、これなあ。よいっと。お父さんは、今年の1月で生ポア終了いたしました。安おじさんこんばんは。生ポアもう終わりましたよ。生パワー大変なんですよ、給料が少ないから。ただいま。おかえりなさい。変な目で見られた。うん、それはね、病気のやつがいる。家賃いくらぐらいって？6万。家賃は6万ぐらいです。よいしょ。初見ワドは生ポしてるんですか？してない、してない。生ポでこんな生活してたら怒られるよ。今は配信で働いてます。配信だけ。配信業、うん、生ポはね、去年の12月の末に切ってるかな。あ、今年入ってから生ポじゃないよ俺。寒かったわ。お風呂入ろうかな、銭湯行こうかな、うん、体重測んない、体重測んないといけないし。配信だけだね、今年に入ってからは。赤ありがとう、赤ありがとう。ハート2つだね、シール2つ。よいしょ、ありがとう美濃さん。すごくはないでしょ。俺よりもだって100人以上が俺より稼いでんだから。うん。うん、集計は1枚ずつ剥がそうか、うん、2人で最後、うん。じゃあ残り30分にするシール貼り。うん。30分、残り30分にします。和道からどれに話してやるよ、スポンサーを怒らせたら怖いから。いやだから話してるけど、あの伝えたじゃんさっき。黄色、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 ありがとう。赤と黄色、ありがとうございます。はかす前に写真撮ろうよ、うん、うん、ツイッターにあげよう、うん、うん、話したよ。でもね、あんまりね、その大人とか俺より実績のある配信者だから、あんま野暮だよ俺から言うのは。だってドレさんはドレさんの考え方で成功してるわけだし、ベンジョさんはベンジョさんの考え方で成功してるわけじゃん。で結果出してない俺が言うのは野暮だよ、うん、結果出してない俺から何か言うことはない。すごい顔で真面目な話。でもそうじゃない？だってお前が言うなよって思わない？ベンドさんに言うこともドレさんに言うこともない。ただこうした方がいいんじゃないですかっていうのあるよ。俺はドレさんにだから捨て頃出てもらいたかったし、ベンドさんにもだから出たくないって言ってるよって伝えた本意っていうのはさ、なんていうの、そのもっとうまくできない、裏で話せないんですかっていう、うん、
そういうことよ。ありがとう。はい、のんちゃん、はい、よし、お互いに張りっこしようか、うん、すごいね、のんちゃん。あー、剥がれちゃった。 ありがとう。ここに、おい、ルサルクさん、ありがとう。大花火、大花火だから、こっち、これ2つ、ありがとうぜ。ん、まだ貼ってなかった。うん、ありがとう。そうそうそう、だから俺は別にプレイヤーだから、興行主じゃないから。例えばそのさっき便所さんに言った通りで、ありがとうルサルクさん、ありがとう、ルサルクさん、ありがとうございます、ありがとう。お花火だーだー。なんつうんだろう、俺がもしそのじゃあ12月出てよって付き合いでチケット買ったとしたら、もし行かないとしても、別に行かない判断はいいのよ。ただ行くけどね、女のケツは追っかけないっていうか。ただまあ、ドレさんの優先順位が別に女だっつってんだから、それでいいんじゃん。うん、でその仕事は仕事で行くっつってんだから、何が悪いんだよっていうのもわかるし、うん、だから本人が認めてるわけだからいいんじゃない。それでなんか、いやなんか忘れてたとかだったらあれだけど、うん、いや出さない理由探してないよ。なんかこういう話って俺あんま好きじゃないんだけど、種明かしみたいで、便所さんは出すために応援してるんだよ。バランス取らなきゃね。そうだね、笑えないんだよね、笑うと剥がれちゃうから。ルサルクさん、ありがとうね、バランス考えてくれて。あのね、これどういう論理かっていうと、便所さんからするとドレさんを応援してる形なの。要は話題作りをしてるのよ、便所さんは。好意でやってるのだけど、ドレさんはその配信のそのなんつうの、掛け合いみたいなのが分からなくて、ガチで嫌がらせをされてるって受け取ってるのよ。で要はそのなんて言うんだろう、そのね、ニコ生とか配信特有の掛け合いってあるんだよ。だから七色も本当に暴露しようじゃなくて、そのなんつうんだろう、あれを普通に配信者だったら美味しいって考えるの。暴露してくれてありがとうって七色に連絡するぐらいなんだけど、ドレさんは七色ふざけんなってなってるわけじゃん。彼女さんと、ありがとう、あっけさん。5個ずつ払おうじゃん。うん。のんちゃん先に貼ってあげるよ。5個。ありがとうね、あっけさん。いや、謝んないで。企画に参加してくれてありがとう。どこ行こうか。ここ行こう。1。2。3、4、5。あっけさん、ありがとう。つながったよ、あっけさんのおかげで。ここ、うん、ありがとうね、あっけさん。で今度俺どこ行こうか、こっち側がいいか、うんうん、1。あ、前ここつなげたいかな、うん、2、3。5個。ありがとう。ありがとう。よし。つながってきたぜ。被害妄想っていうかね、難しいとこだな。まあでもそのノリに別に付き合わなくてもいいんじゃないの。配信として成立してるわけだから。だからまあ噛み合ってないっていうか、いつも言ってんだけど、いじめといじりは紙一重なんだよ。うん、ドレさんが求めてないいじりを便所さんがしてるっていう構図にも受け取ってもいいから。だからそれは便所さんが悪いとかいうわけじゃなくて、いじりといじめは紙一重っていうのはまさにここでしょ。はい、投げ3つ、ありがとう。東郷さんの石じゃない。まあ出れないんだったら出れないんでいいんじゃないの。もう早めにケリをつけるべきだよ。出すのか出さないのかも、ドレさんに関しては。ないとリスナー巻き込んじゃうから、うん、リスナー巻き込まれたら嫌でしょ。まあだから出るやつで盛り上がればいいんじゃん。まあ俺出れるかどうかまだ決まってないけど。俺はだから便所さんが出してくれるんだったら俺は盛り上げるよ。それが俺の仕事だと思ってるから。
ただその便所さんがさっき言ってたドレさん泥試合だったじゃんっていうのはちょっと面白くて、あの捨て頃に関しては全員泥試合じゃなかったのかっていう。まあ、光セブンとかめちゃめちゃ盛り上がったけど、素人のその全員泥試合だったんじゃないかって。で、特にひどい泥試合をしたのがただ俺だったっていう話だと思ってて。あ、そうなんだ。上から NG 出たんだ。じゃあまあまあしょうがないよ。うん、俺は盛り上げるよ。うん、しょうがないでしょ、それは。出る人間で盛り上げるしかねえな。まあちょっと寂しいけどね。いいんじゃない。うん、しょうがないでしょ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。もしよかったら赤か黄色か青か書いてね。アイテム投げるときに書いて。匿名さんだからね、もう一回匿名で投げることになっちゃうからね。パイたくさんもらったよ、のんちゃん。8週7個だって。すげえ、メガホンもこんなにもらった。すげえ、メイキャップもこんなにもらったし、すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のドレさんの放送荒れるな。ドレさん最近何時からやってんの放送？寝てるよね。ゆめこさんありがとう。のんちゃん大好き。のんちゃんにシールありがとう。パフェなので3つですね。のんちゃん人気だな。つなげちゃおうか。1 2 3。はい、のんちゃんにありがとう。ゆめこさんありがとうございます。あざーす。ピッ。うん、そっか。まあでもなんだろうな、まあ配信者ってみんな個人強いからな。青埋まったらキカイダーだね。3時頃か。今日はちょっと見たいな。見ようかな俺。ドレさん全然見てないから、他の人の放送本当に見てないよね俺。びっくりするよね。だいたい星のドラゴンクエストやってんだよね。なるほどな。カウザさんに100個。えい、いいよいいよ、ありがとうございます。だから10個シール、のんちゃん巻き上げてきたね。謝らないで。のんちゃん愛してくれてありがとう。2個3個4個。のんちゃんファン多いね。5個、6個、7個、8個、9個。そしてありがとう、ドンピー。9個。はい、ありがとう。10個。はい、10個。のんちゃんいっぱいもらったね。うん、で、彼女かわいい。かわいいでしょ。ハカイダーっていうのもあるんだ。知らない。キカイダーしか知らないな。ハカイダーもあるんだ。あのデザインはちょっと尖りすぎてたよね、当時にしては。キカイダーは、ちびっこだからね、のんちゃん。150センチぐらいだからね。マスコット的かわいさ。肌荒れない、大丈夫だよ。こんくらいでね、肌が荒れたとかね、配信者の嫁だからね。もうこれはしょうがない。ていうか100均のシール1個ずつでよかったな。買いすぎたな。これ誰かにバトンタッチしよう。お前もやれっつってあげよう。
のんちゃんにありがとう。おすげえ、みこつさん10個もくれたよ。おー、のんちゃんに花火。まず花火からいきます。でっかいのどこにしよう。おー、なくなったじゃん。ちょっと待って、ほっぺた、こっち側向いて、ほっぺた、ここに行きます。ここね、横向いて、うん、ここに、ここにのんちゃん花火で、風船10個、あ、じゃあ100個、ありがとうございます。風船100個だから10個シールいくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。のんちゃんお嫁さんというか彼女だね。結婚はしてないよ。うん、愛を感じる。うん、破壊だ、全身黒なんだ。のんちゃんに3つぐらいかな、バーガー5個は。ありがとう、ゆりこさん。のんちゃん人気だね。1、2、3個。値段設定が分かんないからざっくりだけどね。付き合って1年ぐらい、うん、もうだいたい1年ぐらいですね。見えるところに貼ろうね。ぴったりくっついて、よいしょ。はい、オッケー。いいよ、うん、ありがとう。10個ずつ、じゃあのんちゃん貼って、俺も10個貼るから、うん、風邪治ってきたんだよ。どこ空いてる？首とか。首はダメ。こっちは空いてるね。1、2、3、4、5、6、7。10個。のんちゃんありがとう。あっけさん、じゃあ俺も10個貼って。どこいい、どこでもいいよ。いい、高いだ、どう気になるかな。うん、ブツブツ、うん、6、7。シャカちゃんにも花火ありがとう。8、9。シャカのシールはどうしようか。10。シャカちゃんは特別、シャカは特別だから、シャカは白シールを、シャカシールをここに貼ろう。シャカの分ポチ、うん、白目立たないね。緑にしようか。シャカの分、はい、えい、シャカちゃんここでありがとう、ゆめこさん、ありがとう。ドーンだよ、ドーン。パイ投げありがとう、ナッケンさん。ナッケンさん、色選んでください。赤、青、黄色。ドンピー。ドンペイ。キツガイカップルだな、これ。うん、消そうか。寝るっしょ、この2匹。うん、暗いと怖い。赤、ありがとう、来た。赤ありがとう、ナッケンさん。配信者ってなんで気難しい人多いんだろう。
だから配信者になったんじゃない。ああ、いい読みだね、うんうん、やっぱ頭おかしいもんな、どっかな、うん、配信者って。カルシウムありがとう。赤青黄色、赤青黄色、どん。カルシウム久々だな。カルシウムさん、青、俺のこと嫌いなんかい、うん、マジかよ。アンチになっちゃったんだね、しばらく来ない間に。青貼って、はい、よいしょ。はい、ありがとう。青かい、まあいいや。なんか面白い新人の配信者とかいる？最近見てないからね、わかんない。うん。俺見てない全然。ひろゆきの動画ばっかり見てるな、ここ 2,3 日。いいな、モフモフじゃん、2枚来てんの？うん、お、ありがとう。うお、すごい。ゆめこさんもありがとう。あっけさんもありがとう。あっけさんもありがとう。あっけさんの分から。ピーピー。よいしょ。さんと。ピー。で、ショートイク忙しくて、のんちゃんに花火ドーン。のんちゃん。ドーン。ピー。仕事忙しかったんだ、ゆめこさん。最近来れてなかったもんね。あ、どこ行こう。ここだな。よいしょ。もう少し空いてあるね。ティリリ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 リ。青、ありがとう。花火、大花火じゃない、花火ありがとう。初じゃん。大嫌いな大嫌い、大嫌い花火、うん、青ありがとう。じゃあお願いします。ドーン、ピーで花火、大嫌い花火、大嫌い花火、ありがとう。ピー、なんだよ、カルシウムは俺のこと嫌いになっちゃったのか、うん、ありがとう花火。俺はね、花火の数では俺が1個勝ってるんだよ、うん、多分ね、普通のシールの数が、うん、のんちゃんが圧勝じゃない、これは、うん、だってもう顔埋まってるもんね。やばいな、これ気持ち悪い、気持ち悪いね、うん、あと9分で終わり、あと8分で終わりです。赤が病気っぽい、赤怖いね、ちょっとね、うん、写真撮ろうね、お風呂場で、うん、あと8分で終わりです。集計に入ります、集計に。もうあと8分で終わり、どっちか蹴りつけます。どっちが勝つかな。俺の方がでも顔でかいからな、その分では有利じゃん。密度が違う、密度がね、これ剥がしておいて、これ不正だから、これ、これ不正行為だから。さあ巻き上げ来い、赤、へいへい。のんちゃんにコンドームかぶせた方が面白いでしょ、うん、あ、のんちゃんの方が全然多いな多分。赤ありがとう。眉毛はね、毛のところだからシールがくっつかないんじゃないかな、毛はくっつくかな。ありがとう。あ、いけた。あ、いけた、いけた。多分剥がれそうだけどね。うん。のんちゃん。マジか。どん。ピー。のんちゃん、どこ空いてる？いえ。おいえ。おいえ。おいえ。やべえ、負けるかも。負けちゃうかな。和道さん10個ずつ
はい、のんちゃん10個。よし。1、2、3、4、5、6、7、こっち見て、8、9、10、はい、ありがとう、あきさん。あか、ありがとう、あけさん、ありがとう。お、残り5分だ、ちょうど。あけさん、ありがとう。なーありがとうね。引きつるね、これ、顔が、うん、突っ張ってきた、突っ張ってくるね。のんちゃん、すげえな。可愛くなった、可愛くなった、うん、これで、あれじゃん、歩けばいいじゃん。うん、流行るね、流行るね。シール生主にパクられるよ、うん、シール系女子、シール系女子、うん、巷で話題のシール系女子。のんちゃん、マジか、やばいな、俺まくられた。ありがとう、のーんぴーのんちゃん、おめでとう。ありがとう。のんちゃんの方が多いんじゃないの、これとどめ刺されたかな、俺の負けか、これ確定か。みか、引いたよ、大当たり。のんちゃんファン多いな。のりこ大好き、うん、あと何分、あと3分。大丈夫大丈夫、いった、携帯電話どこ、俺のベッド、アネトンとか飲んだら、タン切りの、フォローありがとね、たくさんありがとう。ふわっちも配信者ほんと増えたよな。ていうかさ、ツイキャスってさ、なんか閲覧水増ししてんじゃないの、なんかそんな気がするんだよね、俺。なんかこんだけ配信者集まってこれしか集まってないって、どう考えてもツイキャスの数字おかしいでしょ。和道さんにありがとう、あざーす、ありがとうございます。5個貼って、もう見えない風船、こっち、うん、
ます。4。残り1分です。お、ありがとう。あ、ヒゲは無理でしょ。別のところに貼って。大丈夫。残り1分です。さあ、どっちが勝ったか。のんちゃんかな。意外とでも俺の方が顔でかいから。嫌いも入ってるし。え？嫌いは入れる。そう、嫌いも入れるよ。シールの数勝負。のんちゃん、おめでとう。メイクアップありがとう。うんぺい。ラストスパートのんちゃん。1、2、3個。おい。ゆめこさんありがとう。のんちゃんに5個。ありがとう。のんぺい。1、2、ありがとう。3。5個、のんちゃんおめでとう。5、4、3、2、1、終了です。皆さんありがとうございます。終了です。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと写真撮ってくるね。ありがとう、みんな。ありがとう。みんな参加してくれてありがとう。参加してくれた皆さんありがとうございます。パチ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 、あけさんパチパチありがとう。よし、じゃあちょっとのんちゃんと俺写真撮影してくるね。ちょっと待ってて。よし、顔撮ろう。お風呂行こう。お風呂場がよく撮れるから。ニコツさんパチパチありがとう。ツイッターにあげる写真撮ろう。ツイッターの写真を撮ってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。長い間お付き合いありがとうございました。このブツ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 感ブツブツ感、これから集計します。負けた方が、コンドームマンやります。あけさんお疲れ様ありがとうございます。あ、これついてた方が可愛いな、なんか。気に入った。帰ってきました。写真は後であげよう。写真は後で、じゃあツイッターにアップロードします。じゃあ集計しようか。はい、のんちゃん寄って、そっちは奥行って、奥行って、奥行って、
に貼る、うん、いや紙貼らなくていいんだ、剥がしてテーブルに貼ってこう、うん、捨てよう。じゃあ、大花火からカウントする、うん、あ、大花火じゃん、花火から、うん、いくよ、1個ずつね。はい、1で2、うん、2、いいよ、重ねて捨てるから重ねちゃっていいよ、こうやって。3 3 4、うん、あ、結構粘着力あんねん、うん、4、毛穴パックになったね、いてててて、4、次5、5、6、6、7、7、8。シャーちゃんの花火は？え？シャーちゃんの花火。え、何？釈迦の花火。あ、農家。農家。なんだっけ、8 8 9、あれ、あ、あった、で、10 10、なーい、あるよ、逆側にある、あ、10あった、うん、10、11、うん、で、11終わり、のんちゃん終わり、11 12、おー、勝ってた、花火12、ありがとうございます。うーん、13、あー、スカスカ、13、のんちゃんが11個、うん、で、俺が13、これ何ポイント差にする、大花火、ここ分ぐらい、5, 5倍じゃあ100俺が有利でいいの、うん、うん、じゃあ100俺がポイントリードね、うん、じゃあ今度普通の花火ね、あ、花火じゃない、アイテムね、いくよ、うん、1個ずついくよ、うん、1、剥がれねえ、2、3、あれ、3 4 5、ちょっと待って、5、え、見えん見えん、5、ちょっと待って、5、6、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 21、22、23、24、25、
25、26、35、36、37、38、39、40、41。こっから来た人何の放送ってなるよね。40、41、42、53、54、55。ちょっと待って、55でストップね。あのさ、風船で1個5円入るけど花火500円か、うん、あ、じゃあいいのか、ごめん。55、はい、56、57、58、すごいことになってるね。59、60、すごいなこれ。草間弥生超えたね。50、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70。すげえな。71、72、73、74。面白いよねあいつね、一緒の5、76。あいつは天才だよ。70、80、90、81、82、83、84、85、86、87、
89。ユニさんありがとう。100。100いったね。101。102。103。かゆ。104。ちょっと待って。105。106。107。108。108？109。110。111、112、113、114、115、116、117、118、119、なんだ、120、121、122、パイ投げありがとう。123、124、125、126、127、128、129、130、また残ってんな。131、132、133、134、4ね、4、はい、135、136、130、あれ、7、138、139、なんだ次は、140、140だよね、141、142、143、144、145、146、147、148、
149。すげえな。150。すげえな。151。152。153。154。155。156。157。大丈夫。158。159。160。俺がもう少しだ。161。162。163と。これで俺終わりだよね。ない、もう。俺が163ね。ちょっと待ってね。待ってね。割れ道窓台台台が13だよね。でのんちゃんは11。のりこ台11で、なんだっけ、ショーは163、うん、で、のんちゃんがいくつかだよね、うん、こっから1カウントついて、うん、これで要は台が1個50なんだよね。ここから100以上あるかどうかで勝負が決まるのか。じゃあのんちゃんカウントしていって、うん、2、3、4、うん、はい、ありがとう。俺の勝ちだね、これ。顎についてるよ。のんちゃん貼ったよ。勝ったな、これ。コンドームウーマンの誕生だな。33、34、35、36、37、38、39、40。
35だっけ。うん、なってるよ。36じゃない。じゃあ36。今不正しようとしたでしょ。違う違う、こっから数えてたら、うん、いやだから37じゃん。もうちょっと。ん29。うん、罰ゲームの準備しよう。勝ったわこれ。勝った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 。大花火、ルサルクさんの花火がでかかった。花火は1ポイント50ポイントにしたから。パイ投げありがとう。いい声がする。何が、うん、嘘、これないでしょ中身。ないの、わかんないでしょ。ある、あ、ちょっとある。いや、後でやろうよ、今やんの。これあれだな、ダウンタウンの浜ちゃんに結果発表ってやってもらいたいんだけど。あの甲高い声で勝ったな。58 69。ギリギリじゃん。59か。60。あ、勝ったわ勝ったわ。勝った勝った。63 64 65。いいよ、やったけど。66 67、68、69個です。あ、69個足すね。69足す。163。163は232。僕の勝ちです。僕の勝ちです。僕の勝ちです。ありがとうございます。よし、じゃあ罰ゲームやろうか。ちょっと鼻かませて。いいよ。のりこの負け。のんちゃん負けちゃった。のんちゃんの負け。まあ、コンドームウーマンの誕生である。よし。ちょ、なんでのんちゃんこれこうしたの？わかるように後で。いや、数えてるから、そのためにわかるように数えてカウントしてるんだ。ちょっとこれ、ゴミ袋は。コンドーム相模オリジナルかな。岡本だね、うん、岡本。これのんちゃんやってよ。ちょっと鼻かみたい。うん、いいよ。なんでこんなことにしたの。のんちゃんの負け。花火師の勝利だな。相模オリジナル伸びないの。相模オリジナルダメだね。岡本だね。これパイありがとう。
罰ゲーム枠取るかじゃあ。このままでいいんじゃない。いや、あの編集でダメだから。そうですね。この放送自体が使えなくなっちゃうの。だから YouTube に行かないように分けるの。じゃあ罰ゲーム枠開きます。風邪ひいてんの、のんちゃん。お疲れ様です。ありがとうね。次、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ。もう